全国4000万人のファイプロファンの皆様、 PS4 版ファイプロワールドが8月9日発売おめでとうございます。イエーイ。これを記念しまして、一足先に PC 版の Steam でアップロードされているエリートレスラーの中からよりすぐりのキャラ179名を出場させるロイヤルランブルをやりたいと思います。ルールは1分おきに次のレスラーが入場、8人以上の場合誰かが脱落したら次のレスラーがリングインします。ルールはオーバードトップロープ、上のロープから刺されたら問答無用で負け、さらに3カウントとギブアップが適用されます。はい。でこのロイヤルランブルは、元あの改造データみたいなもんだね、あのファンが作るそれでやってるんで、はい、100人以上の選手が出場できます。で誰が出るかはもうランダムにあのプログラムで設定されてるんで、何が出るかはお楽しみです。はい、で最初はマットマンとヘドラですね。はいはい。でマットマンのマットは泥だから泥とヘドロ対決、泥ヘドロにストロンガーとジャックターナーでスカロマニアが来ましたね。汚ればっかな感じ。開幕の視聴率あのチャンネル最初、はいはい、チャンネル変えられるパターンで、あダメ大丈夫すげえ特撮寄りだなあれ。前回ちょっと目立ちすぎた、悪目立ちしたパープル君が。レドラーかも多分これ第二形態ですよね。第三形態です。違う。ヘドラーヘドラー手あったっけ？これあれですね。ヘドラーは原作で一気に負けてるんで、ストロンガーとかってますけど、相当やばいですね。さっきアニメでご無沙汰であのこっちで、ね、仕事遊びに来たみたいな。パワープルの可能性ぐらい言ってやれよ。びっくりしたわ。あとジャックターナーね。ジャックターのあれだよ、スーパードロップキック、スワンダイブドロップキックだから見れたらラッキー。まあ出さないけど言うのかよ。見れたらラッキー、うん、もう8人、とりあえず8人、8人です。ほんでこれが落ちたら次のは来ます。ちょっと途中で、まあまず最初みんな元気ですからね。そうですね。あ、サーモス持久力がないんであれですね、序盤出ても痛いですね。なかなか勝ち残れないでしょ。勝ち残れない、うん。あ、じゃあ今のうちレフリーの解説。あ、これマリオです。レフリーはマリオです。あ、やっぱり初期任天堂バージョンです。あ、いや、マットマン落ちました。1人目脱落、マットマン。あれ早い。泥が落ちた。泥が落ちた。あのちなみにあのプロレス技で落ちた時はノーカウント、あのトップロープから落ちるっていうルールなんで、あのブレインバスターの失敗とかで落ちるのは大丈夫です。あ、オッケーね。セカンド扱いね。たまに疑惑の落ち方するけど、うん、あとたまにレフリーが気づかないみたいな感じの時あるけど、さ、無視しますよ。さすがにちょっと、あと途中で止まりかけたりするのはあのそのモッドのせいなんで気にしないで。普通はそんなことなんですよ。お、スーパースローが使ったって全然。そう。ヘドラがティナに怒られてるね。こうなるとなんで二人してヘドラばっか見てんだよ。ヘドラがあの FF のプリン、なんとかプリンみたいな、結局ゼラチンとかああいうキャラに見えてくるけど。お、アキラ来ましたよ。しかし異常なまでにアキラだ。赤と白って苦労したねえんです。あ、パワプロ君退場。あ、うとう。あ、もう一通り特にいじられることなく。お、ソロが飛んだ。おお、結構ね、ターバルの笑い声がね、似てる。あ、何何人に本人の尾崎さんの声です。中の人に再現率高いっていうことね。お、お、ホール、スローが監督カブトムシには勝てる。あ、聖剣すぎ、あ、えぐい。女の子に聖剣振り抜きするとと容赦ないです、ね、容赦ないね。しかもアンクルロックで足折ろうとしてます。これえぐい。子供には見せられない。あ、ストマッククロー、あ、オーパー来ましたね。セガ、ちょっとセガ要素がこうアキラとコンパでも一気にセガ勢が。セガ勢って言われるにアキラに全然触れてあげてない。リングアウトがあるゲームなのに。ジャックターナに足決められてこれ。ジャックターナ意外とプロレス知ってますね、これ足から。分かってますね。分かってます。意外とストロンガーとオパオパだと。なんかどう同族対決。アキラ、お、大ダウン攻撃。大ダウンだな。大ダウンだね。結構いい。あの、総火放水はめしてほしいんだけど。総火はめね。総火はめ。あ、ヘドロ落とした。あ、サブルセーフ。危ない。お、あ、ヘドロ落ちました、ね。ああ。と、アキラとスローガーによる狩人がサーブに炸裂。うん。第1次が終わりましたね。こう、そこに、
黙々とアームロックを決める、スカロマニア。あ、スロンガ落とし、あ、アキラがスロンガを。なんか火が出たぐらいしか見えない。何を見ようかな。あ、ジャックさんの。アキラ丸め込まれてる。お、何だこれ、すげえゴッとして混沌としてますね。普通3つぐらいに置かれるんで。あ、ルイージ、あ、兄さん、おお、レフリーこれマリオが見て見ぬふりしてルイージの味方したかもしれない。あ、見てね、カウント 2.9 から数えないからとかね。あ、アキラ落としたセガで落としてきてる任天堂がやばい、やばい、ガチだガチだガチだ、お前は様子見だ。ウィーズのホールだけめっちゃ早く数えるとかやんないよ。危ない危ない、セガが負ける、アキラ頑張れ。ミスクフリーだなみたいな感じで。あ、あ、ヒカロマに落とされた。あ、そうなんだ、これストロンガー見てた。ストロンガーとオカオパ見てた。わー、さっきた、オカオパがこう、セガ、あの、アキラの鍵を、さかなクンです。さかなクン急に来るんだ、急に来ました。この中にドルいないんですけど、いざ解説が始まるからね。持ってる技が珍しいんですね。イシャーマンなんですね。さかなクンだけにイシャーマンエキスプレス、うん、さかなけが落とされましたね。あら、あら、手が、解説がセガ勢はあれだな。ジャックターナ粘ってんな、意外と粘ってる。あとストロングだとスカローマニアも普通にいるんだよ。で、ここ行け、天竜ですよ。天竜はですね、パンコレですね。最近なんか、こっちの天竜、さえ天竜いろいろあるからね。最近あのバージョン、ストロング落とされましたね。あ、最近バージョン赤い、赤色が、赤色がなくなりましたよ。普通が上がって、あ、天海遥かも来ましたね。うん、アイマスですね。ちなみにこの天竜の下座はパワーボムです。いいですね、もうあっちの天竜の中身をすり、ね、はい、合わせてますね。さかなクンと天竜が、じゃあジャック粘るな、いいね。これはセガになるんかな、この場合ね。あー、まあ、まあ、ややこしい感じだけど、まあそういうことで、ややこしいです。いや、ルイージが目の敵にするのかな。BMM にしか世界にしろ、多分あれでしょうね、目の敵にするんでしょうね。全部じゃない、全部ですよね。お、嵐来ましたよ。お、ゲームセンター嵐来る。あ、これさすがに言われてもわかんねえや。絶対わかって。多分噛みつきが強力だと。お、決めた。あ、おぉ、ペッパーな分ね、みたいな。プロレスゲームと思えばやる気になるんじゃない。お、こいつも来ました。こいつ誰ですね。お、お、必殺、嵐が。あれは多分水魚のポーズ、ダイビングヘッドバットだね、みたいな。多分炎のコマとか使え、あのムーンサルトとか得意だと思う、と飛び技は得意だと思うんで、うん、ここでボーカロイド、マキですね、鶴間マキ、下田サンダーファイヤージャンピングオムのグレートエレキファイヤーっていう。サカラとかね、名前見れたらよりいいんでしょうね。あ、サカラくん狙ってるな、サカラくんやばい。おお。あとこいつと、あ、いや出した、いや、やばい。あ、危ない、あ、危ない危ない危ない、あ、急所攻撃、サカラくん容赦ねえな。しかも、最悪の天使まで来る。やっぱルイージ、跳躍力あるね。滑りやすいのかな。マリオ2なんですよ。あ、嵐、あ、嵐がマリオ落とした。あ、え、あ、それでトップ失敗。あ、ゲームなら負けないとかあれでしょ。でもオーカーノイドの上が嵐もゲームだと思って攻略しやすいんだ。あー、確かですね。そうかい。変なコマンド入力バグらせると思う。あ、確かなんだっけ、最新機器でも確か炎の駒とかに確か対応できないって話ですよね。あ、未だに未だにですね。やっぱ難しい。しかしバンバン下の使ってんな。あ、やばい、
やっぱスリーソンと入らないかな、この、このルートだと。入るときは入るっちゃ入る、入るけど、まだ一応根性値とかあるから、1回くらいは入る。まあ、話は根性ありそうですね。ボコボコに入ってんの。なんか次のレースで、あ、来た。言えば、言えば出てくる。FF6 残りますね。エメラルドフロージョン、開幕エメラルドフロージョンっていいね。しかもさらにさかなクン、あ、追加と、あ、嵐が起きた。あれあおーでもムムちゃんが来たそしてムムちゃんが来たよ。フィーバーパワフル表向きは OL らしいですよ。妹に言い方しちゃうんだよ。会社によって風俗地ですからね。あ、なんかビキニ増えましたね、急に。急に華やか。そうですね。こいつも嬉しいんじゃないですか。嬉しい、美味しい状況だね、うん。俺もこいつになりてぇ。急に女子プロ化してるよね。女子プロ化ね、そうね。完全女子プロ化してる。3人ぐらい男いるかもしれないけど、ね、中身、あの、あれだ、ムムちゃん頭が外れたおっさんが出てくるの。放送事故になりかねないね。あ、ハーリーネス、奈落天使の軍人ですね。下とはディストラクションボムです。わからんわ。奈落天使だぞ、お前。奈落天使でもちゃんと呼んでるからね。奈落天使、投げキャラだぞ、投げキャラ。あ、ザブングル来ましたよ、ハヤテのように。ザブングルと、お、ハヤテのように立っていくんですかね。海を目指してここにやってきた。狂気持ってます、ね、ザブングルハンマーだね、あれ。見えだろ。一応まあ銃はありますけど、あれ他は銃じゃないですね。今日はザンギが来ましたね、これ。ハリーとの投げキャラ対決がちょっと。いつの間に、ジャックタメいつの間にいなくなってんのよ、この。あら、本当か。そうだね。もう激しい、目まぐるしく。最後に生き残るは誰でしょうか。本当ね。あえる気持ちが立つんだろうね。え、誰？あ、お前キャリバーのやつだよ。ソウルキャリバーの。どれ？とにかく今あれですよ。ザブングルに、はい、あの、絡む、ザブングル絡むと思うんですね。キャリバー、キャリバーで。ソウルキャリバー。うん、どの武器だったかな、ぐらい。お、俺ごとザギダブルラリアットじゃねえけど。でもね、タリムね、技セットがデフォルトレストランのままだからえげつないんだ。普通にパワーボムとかする。ちゃんと作れるから。いなくなったの。あ、ほんとだ。顔でけえのいるな、ほんとだ。目まぐるしいね。デストラクションボム。ザブングルしか見れないよ。目立ちますから、ね。マスターハンド、クレイジーハンド。明らかにお前さっきのオパオパ出ちゃうだろ。あれかあれの手だけ飛んだ。あ、逆に投げた。リングインと同時に。あいつ。お、三銀三銀。お、アウトサイダー。ソーマッククロー、これ減るやつだ。お、タリムもハラも言われてる。ディストラクションボムじゃねえ、フェニックススープレックザブングルに。なんか意外とみんな逆さ抑え込み多いよね。そうだ、ね、うん、今隙あらば逆さ抑え込もうって。お、ビッグテイラーですね、これは。あ、スプラッタハウス。 あ、俺やっぱ武器持ってる。ほら、これでこれであの水のお化けとか殴る。中立ですね。なんか俺の見間違いで、レフリーのマリオが流血しているように見えてる。血みどろだな、あのレフリーと思ったけど。ファンギがホール。お、え、お、激しく動いています。動いてますね。そうですね、女系もかなり減ってしまいましたね。そうね、男系が急にムンムンとしてきました、ね、お、ファイナルアトミック。あ、止められた。激しく勝った。急に走り出すと思ったら、あのマジックハンドを泳いでいた。お、バック。
ビッグビッグガチだ。ビッグフライトンがよかったのね。ああ強いだろうな。すごいトキオですね。ワイパーズのファイティングワイパーズ。えらい似ててさ合格。プロレスラーじゃねえけどこれ超似てんね。よう作ったなと思ってさ。なんでトキオ作ったんだよ。知らないけど次似てるだろこれすごいんだよ。そしてデンジャラスジーザーですねこれ。デンジャラスジーザー。子供の人気をちょっと取ろうかと。ああそうね。コロコロ勢が。そう。行かないですね。よい子の子供たち。うん。危ない。こうやって危険をね、デンジャラスと対峙しようと。デンジャラスのあのバッグ持ってる。うん。あのね、ロイヤルランブルには参加しない。こういう話。お、おい、夢のツープラット。マッチョ。でも、パッとね、あれだね、パンクシビアっぽいよね。すごいスター。うん、マザー。ああ、ミラーマンとかそっち系かと思ったんですけど。ミラーマンすげえ技食らってるの、ザンギー。おぉ、見てる、見てる。お、サムスはゼロスーツサムスの。しかも脱いでるバージョン。脱いでるバージョンですね。例えばムムちゃんの中身だったかもしれない。ああ、休憩も終わりましたからね。何人も結構、DK 引けちゃう。あ、落ちた。え、的にはこいつかもしれないけど。ヒロインはあんまりいらないと言わんばかり。意外とね、リックバックドロップ固くいくね。ちょっか、意外とずるいっすね。背中見てたら、お、落とした。お、落とした。ポルターガイスト落としたね。あ、そっか、4面だね。トキオこんなの使うっけ。ないじゃん。締め預かってる。わけない。バイパーじゃん。トキオ頑張れ。時をね、あ、RX じゃない、RX。スカップ。本当だね。あ、いけ、スターマンにフェイスクラッチ。ゴルゴムの仕業だ。あ、投げ落ちた。あお。いや意外と、何に言っていいか分かんなくなって。お、明らかに近寄ってきた。全部近い。サムスがスイング DDT。 さあ宇宙人体重得意みたいな。お、うん、ここにしてバックドロップホールド。そしてキャプテンファルコン、なんか任天堂色だんだん異なってきたな。これはスマブラじゃない。あ、でもスマブラかと思ってきたよ。ファルコンパンチ、ファルコンパンチ来た。ファルコンアローではないね。ファルコンホイップ、ファルコンホイップ。でもファルコンホイップ、ファルコンアキレス耐え。そしてスペシャルウィーク、馬娘だ。ああ、今あれです、今人気のやつです。北海道生まれ。あ、そういうことね、はい。でもまだゲームはまだ実装されてない。そう、ゲーム出てないって言ってたアニメも住んでるとすごい。馬の名前の女の子が住んでるからですね。お、カウントする。誰が入ってるんだろう。とりあえずブラックじゃないことの確認だけさ。これ RX が出た瞬間、次バイオライダーが入ってきたらちょっと面白いみたいな。あ、面白いね。ずるいずるいみたいな。うん、4人揃うことありましたからね。あ、4人揃うことあったの。ありました、ありました。どうやって。絶望的な絵面がありました。絶望的な絵面だけど、いいのそれ。あ、PC ゲージ来ましたね。頭でかいで、ヘッドバット強力、ボングが強力。あ、か、あ、肉じゃない。キャプテンファルコンの肉じゃない。自主規制であそこまでのお客さんやな。馬娘は肉だけど。あ、だけに。だけに。あ、お、ゆきこ、会いましたね。会いますね。あ、ちなみに、親が土建屋なんで、あのパイロドライバーが得意です。あ、ドリルアホールですね。ヤクザ疑惑があるんで、結構あのラッファイトって得意かもしれない、ね。そうそう、意外と強いって言うから。あとこれ、ムタじゃないですよ、レッドドラゴンです。ファイアースープレックスのレッドドラゴン。ムタじゃない、ムーンサルトするけど、ムタじゃありません。レッドドラゴンです。レッドドラゴンって。あの方、キャラに人気がみんななかったから、みんなレッドドラゴン取ってたんだよね。そうね。みんなレッドドラゴン。ロジャース、主人公のリック・フリー役のロジャースが人気なさすぎるっていう、致命的な弱点があって。肉作っちゃいけない時代だもん。
ット飛びで。おアレックスキック。アレックスキック。あ、サムスアランばっか見てた。あ、時を落とそうとしてるな。あ、落とされた。あ、サムス落ちましたかね。落ちましたね。ファルコンが、あ、切り返された。時は何なんだこれは。もうダイビングにくぶりか、渋いな。渋いな。前々 PG でしょうね。あ、落とされた。お、ファルコン落ちた。いや、時を追うんだな。あー、うん。ファルコンはセカンドロープかもしれない。やっぱ体力があるうちはトップロープから落ちにくいとかあるの。そうそう、耐えるってあるし、うん、でも落ちるとき落ちる、なんか、うん、うんみたいな感じで。まあ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 、うん。やっぱ、こういう、あ、ユキもやっぱラフダン強い、こう、時計に合う。あ、まさかレッドドラゴンとやり合うとは。あ、レッドドラゴン押されてる。あ、アポロですね、チーターマン。チーターマンで。いやもうチーターマン過去笑いやもんか。あのね、でもできいいですね。これ三兄弟、チーターマン三兄弟の長男。で、あのボーガーの使い手なんだけど。あ、ね、あ、ひなこ来ましたよ。ひなちゃん。カードかけ。今のあの、まあ、あのトップロープじゃないですよ。土俵から出なければ大丈夫。チーターマンとライダー、ブラックを絡むとなんか怪人に見えてくるな、チーター。確かにですね。空手タイガーみたいな感じ。怪人じゃないって言ってたんだよ。ヒーローだぞ、チーターマンはヒーローなんだぞ。2B ですね、これはあの、うん、ニアレプリカントのやつね。オートマだ。ああ、じゃあ新しいやつ。外人に大人気。へぇー。日本でも結構人気ですよ。日本でも人気。こんなニーヤシリーズがこんな受けるとはね、俺らがやってた頃は。そうね。そう。細々とセーブデータ消された頃は思わなかった。うん。命がけで頑張ってビルしかなかったね。ひなこがチーターモトにやってる。お、いいですね。電人入ってくるよ。電人じゃねえ。電人入ってくるよ。いつの間にか RX 落ちてませんか、ね、そうですね。消えちゃってる。あ、ウッドマン。悲しウッドマン来ました。ちなみにウッドマン前回登録してたんだけど出し忘れたっていうかわいそうな。急にカップ勢が来るのこれ。大丈夫ですね、カップは。ありえないカップオーバーサス NK が。そうですね、やっぱあれなんですよ。ウッドマンだけにあのテキサスクローバーホールとか草っぽい技を持ってるんで、それに期待。他にないんですか、でも。あと炎と刃物に弱いんで、あのビッグファイヤーとか食らうと途端に弱くなるっていう。いいですね。斧とかにももうめちゃくちゃ弱いんですよね。そうそう。お、丸めくテクニシャン。あ、やばい、ひなこも体力がないんちゃう。ひなこの状態決まれば。あれ、レッドドラゴンが今そーっと帰りましたよ。そーっと帰りましたよ。あ、フィジキ場外に、お、場外にダイブ。場外に大暴れ。いや、本当にチーターマンが。チーターマン、わあ、場外で。ボコボコです。ボコボコです。おお、ハッスル、ハッスル。今、3人ぐらい休んでねえか。古いやつらが。ついにユキホの下座のパイルドライバーが、スペシャルウィークに刺さった。相手のリングアウトの20はないんだね。今回、その、そうです。場外カウントなし。まあ、でも、初めて場外出たくらい。あ、ひなこ落ちましたね。あら、あらら、短かった。あ、まあね、次のステージやります。メガドラ兄さん、メガシリとメガザコと 32X 重ねてるんで、ジャイアントです。スキル投げられません。え、もう強くね。いや、でも2プラトン食らうから、まあ、そこら辺はあのシングルだとすげえ強いけど、うん、こういうとこはボコボコにされやすいから。まあね、そうそうそう、早く、ちょっと、コーナーばっかり。やっぱ見ますね。重量級、やっぱこんな重いハードに乗られたらみんな辛いよ。おもっ、ね、おっちゃんが来ましたね。おもちゃが来ましたね。あ、PC ゲージ負けた。あ、うん、もう友達チンコしてくんのかな。いっぱいすぎだ。あ、またパイ、みんなユキホのあのパイルの餌食になって、土建屋の餌食になってる。やっぱ強いんだな。強いんだな。バラカになると思うんですよ。ラフに当てくれたんだよ。あ、綺麗なジャーマン。あ、ウッドアピールでな。あ、クリスマスチキン2ピース。
もう売れ残ったんでしょうね。ファイトもね、安いでしょうね。490円ですよ、確か。ファンドね。みんな多分触りたくないよね、ゼトギス。しかも売れ残りなんでしょうね。あ、モータル9社。ちょっと聞いてくれましたね。モモチン、頑張れ。大本命でしょ、これ。大本命ですね。ストライク3見たいな、みんな。あ、見たいです。忘れて地にかけちゃうんでしょうけどね。一応クロスライダースプレックスっぽいのを持ってます。以上俺ももしまかみというメガドラギーさんに。あ、おっとメガドラギーさんあれウッドマンが入ってきた。ウッドマン落ちましたね。なんでかウッドマン。ゲーム化されなかったからね。あ、渋いね、やっぱそういうあのフェニックトーホール。クリスタルチキンと絡んじゃった。あ、もう絡んじゃった。あ、危ない危ない危ない。セカンドロール、あ、ツービーもドリルアホールの餌食に。みんな次々と、ツッチスとモンペ似てるよね。フィフィミが来た。これラフ、ラフ強いですね。長い方ですね。長い方、あ、長い方ちょっとババさんっぽいね、長い方言ってる方か。ガンガンドクにしますね。あ、ジュンディ来ましたね。ちょっとクリスマスチキンに興味ありそうだね、このドンベイラの。お酒の話ないんだね。2B のジャーマン全部綺麗だ、ね、戦闘マシーン。メガドラ兄さんが 2B を移植してくれって言わんばかり言っている。まだあるんですか。だから2ピースはあのピンク色を変えたモンテに見えるよ。あ、モンテに見えるモンテ。あ、おもちゃ落ちましたね。スラカとゴアイって言いながら書いてる。あ、あ、メガドラ兄さんがチキンにクリスマスシーズンに勝てない。シニアローには勝てない。子供はやっぱクリスマスチキンの方が良かったんだね、メガドライは。いや、だってクリスマスチキン、ニンテンドにやられてるからね。悲しい思い出が。必ず被せて殺されてるからね。ちょっと、シューディーになった時はモモチン白鵬祭で戦ってほしい。ああ、そうですね。お、ああ、絡まない。絡まない。やばい、モモチン、こんなに弱い。うん、アイビーや。アイビー来ました、これ、ヤス覚えると思う。アイビーならわかるぞ。マインアトラス、炸裂すんのかな。あら、あら、ツービーがいたのか。え、いるよ。お、銀ちゃん。ああ、銀と金、あれですね。ちょうど映画館に合わせて。そうそう、映画館にこう、そう、いろんな需要を。ね、いろんな人、いろんな人を巻き込んでタグ入らねえな。何回言っていいんだろう、タグ。タグ全部入れたら怒られるよね、これ。え、怒られるよ。スパム扱いだよ。ものすごい低評価つくと思うよ。でも出てるしな。うん。今ジムにあのボーカロイドの子いるよね。ああ、あれ？アイマスの子。うん、ユキポ強いね。うん、みんなパイルドライブ沈めていってるから。おお、やっぱ強いんだわ。いざとなったら強いって感じで、やっぱその通り。あと、こっちの時でけえな。投げる。こちょむきんバスターがね、うん。え、やっぱりアルゼンチンでしょ。アルゼンチンバッテリーから落とすだけでしょ。中日じゃねえかな。中身、あ、あ、飛ばされました。おお、あ、ドリームキャスト来ました。メガドラ兄さんの仇だな。タイミングいいね。じゃあポチョムキに喧嘩を打っていう、うん、一応出たんじゃないっけ。出てる、ルティティギア出してるはずだけど。出してる、うん、何があったか、プレステから出したからか。そういうあれか。まだクリスマスチキンが気になる。やっぱりやられる。みんなクリスマスチキンにやる。お、急に取り出す。あ、よけです。アイビーはねじっこい観察技が得意なのらしくて、投げキャラだからね。一回このね、かかった銀時に変わらないし。本当に取る気あったのか、封じようっていう。ハタンスピースとか残るとあのね、それ系のあの足だけの野郎たちが多少戻ったらちょっと怖いものがあるから。
そろそろもう衣ももうビカビカになってきたんじゃないですか。クリスマスチキンが勝ち残ったら最初にクリスマスにアップしますになるよ。リョウさん、リョウさん来ました。リョウさんある。なんで来たんやろうな。ちょっとハミコンジャンプシュがしてきたね、この人。でも、できいいよ。できいいよ。わかる、ギリわかるわ。リョウさん、物知りだから多分プロレスも得意だから。相方、骨が折れたんですからね。車に轢かれたもあるからね。チキン食わせるわけだ。あったんや。モンドを食わせられるみたいな。今のとこ、それなりにファミコンジャンプシューが、キャスト以外から忘れました。前に落ちましたね。あら、特になく特になく人見てやったかもしれない。ユキコすげえな、まだ生き残ってんだ。何人抜きしてんの。マワイド取り方がうまいんだろうな。うまいと休むとき休んでる。そうそう、距離取るときちゃんと取るからこうやって。武器取る。銀さんも落ちました。落ちましたよ。どの技だったかちょっと気になるのに。あ、酔っ払いを検挙したね、今ね。もう、あ、酒飲みには強い。確保なんだ。確保だね、確保。一気に人が減りましたね。忍者、あ、いえ忍者スレーダー。ネオ埼玉シティからの資格が来ました。さっきのダラッと見てたやつじゃねえのか。色一緒や。一気に人減ったんだけど。じゃあ、必殺技はアラバマ落としというストライク3です。見たいです。見たいですね。ああ、アラバマ落とし出た。おお、ドリームキャッスル決めやがった。ああ、すげえすげえ、鍵封車。ああ、天秤ゴールド来ましたね。天秤ゴールド。え?9 連チャン終わっちゃいましたけども、スペーススクワッドであれです。一応、こいつ、タイムの力で強くなるらしいな。そうですね、光が当たるだからあれ、太陽系とこから強いんだよ。プロレス向きじゃないで。太陽の天才人の、棚橋と組んだら強くなる。ああ、太陽のようなソラールと組むのが強くなる。あ、そう、エルソラールでいいな。メキシコみたいに強くなる。あ、忍者がチキンの足を。あ、キリュウカズマ優雅ことです。優雅ことちなみに覆面レスラーになったことあるから、これ結構プロレスしてますから。ああ、なったことある。なったことある。何もあった。あ、ヤクザが警官落とした。あ、でかいよ。ちょっとこれはあれですよ。モザイク入れてもらう。低評価だよ、これ。低評価だよ。良くないよ。あ、俺、陸上の桐生なんとかだと思ってた、俺ずっと。あ、ドリームキャストか。シュッと落ちた。シュッとした。あとね、テキサスマックね、いっぱい前に見たけどね、その時の感想もあるけど、鉄拳の初代吉光にしか見えないんで。悪いけど。スパロブで能力が微妙としか書かれてないから、もうこれもコメントな仕様がないんで、どういう。あ、サノス来ましたね。サノスですね。そもそもテキサスマック1話しか出てないですからね、原作では。そうなんだ。ライダーマンみたいなもんなんだ。サノスは強いぞ、お前。タイタン。サノス敵がいいけど、強いな。遊んでんのよ、多分大きく小さくなってんだよ。そっかそっか、合わせてドラムロ来ましたね。おー、実はバイストウェイからオーラロードが開かれて、ここにリング繋がった。いや、これ事故でしょ、これ。あんなことないよ。これ闘技と王様に見せるあの闘技場のワンシーンだと思えば、多分納得できる。あ、でもね、お次に またリングの色が白と赤で。紅白になってきましたよ。あ、でもサノスね、サノスあれなんですごい強いけど、こいつ虚無主義で自分の計画をすぐに台無しにしたがるんだ。いつも負けてるんだよね、試合マーベルで最強なんだけど、なんか完璧すぎて飽きて負けたがるみたいな、そういうちょっとマゾ的なとこあるから。違う意味のカマテイムなんだな。インフィニティガントレット持ってるからね。お、あ、ドラムロ飛んだ、ほら、ドラムロ飛ぶ、ドラムロ激しく飛んでる。この機動力はやっぱオーラバトラーならでは。
テキサスマックもタジタジだって。気持ちがいいっつって。この解説やめろよ。いいですね、ドラムロック多分、飛行飛行級ぐらいあるね。僕のお姉ちゃん、楽器で強いです。怒りますね。今ドラムを一つボコったからね。あの、なんとかレンジャーのやつ、動きおかしいの多くないか。もともとチャラい、あの、チャラいキャラクターなんで、あ、押さえた、頼む。あ、正しいんだ。あー、ヴィランに勝てなかった。ミニゴールで取られました。いや、ヤクザだな。クリサム使った。土剣やったらヤクザって夢のカード。夢のカードですね。談合がありますよ。談合が、地上げ要素がたっぷり。あ、テキサスマック。ディフェンピンチ。お、返した。サロスのジャイアントチョーク。あ、あ、ドケンヤとヤクザの暴走が。そしてクリスマスチキンが、クリスマスチキンがったか、なんかやってる。なんかやってる、あ、いるんだな。いるんだ。チキン残りますね。すげえ偉い落とそうとしてる。チキンとドケン残りすぎですよ。フォーマーシンポソンですね。フォーマーシンポソン。パパですね。いやなんで言ってんのね。その声でずっと続けてきてる。ドーナツとビールがあれば何でもやってくれる。で、好きな、あの飲酒運転とが好きで、あの好きな映画は映画はラショーモンってすごいマニアックなの。なんでそれを選ぶんだって。詰め込みすぎたな。ちなみに原発作業員でしたっけ。そうですね、だから頭がああなっちゃって、ちょっと言えないけど。危ないね。めちゃめちゃ浴びまくってる。それよりもハリケーンミキサーを着たしずっと見てる。バファローマン。ああ、チキンだけはやめてくれ。ちなみに、あの、ホーマーの人との名は、お前ってやつはああっていうコブラクールです。多分あれだね、子供に決めるやつだね。モスラ決めるモスラ。モスラ、モスラ決める。遊びてるモーションもねえよ、怖えよ。このモスラ目が青いですよね。多分死ぬ方ですよね。あ、そうだ。そうマニアックだね。目の色で。あ、チキン。帰った。あ、モスラがあのドラムの感じってやっぱこう虫同士だから美味しいのかな。食べたいの。多分昭和のモスラだったら多分死ぬ方ですね。あ、ドラムロがバファローマンに。ドラムロが。ちょっと羽ばたいちゃう。頑張ってくれ。うん、しばし好きなキャラを見てます。思い思いにいいですよ。ずっとバファローもいてんだけど、できいからね。うん、できいよね。よくあのレガーサッターねってやつはあって、そう、膝のとことかちゃんとよくできてる。いや、でもできなくて話も通ってるんだよ。おー、おいしい。起きて破りの、起きて破り、起きて破りだ。お、すげえ。使うの。あ、ドッキー来たよ。うおお、急に任天堂入ってくるから。なんか茶色増えたね。茶色見増えたね。チキン含みの話で、ウェザーチキンとユキホーがすげえ粘ってんの。あんのすごい強えんだよ、ほんと強えんだよ。あ、ついに100度落とした。時計にゃ、お、落ちた。おお、この土地は俺んだ。肩木に手出したらあかん。アウトサイダーズイッチ、ロングホーントレインみたいな感じかな。僕ら何の技してるか全然わかんねえよ。なんか一人でくるくる回ってるけど、くるくったかなとか。ドンキドンキ、ドンキ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 。触ってないか勝ってたらね、あれ。止まってるとかって言ってた。あ、ホーマー落ちましたね。ホーマー落ちましたね。あ、クリスマスチキンも帰っちゃいました。クリスマスチキンも。多分ホーマーと一緒に飲み行こうぜみたいな感じ。ああ、ドケン屋もいなくなったのかな。あ、ドケン屋もいなくなってる。うん、一気に成功時が行われた感じが。第二世代が終わりました。モスラが糸入った。うん、糸かよ、あれ。バウログ来たね。急に来ましたね、カップ勢。差し込んでくるんで、セガ勢とカップ勢は。モスラが乗った。戦場のカップ勢ですよ。あ、カップの対決。白玉みかん。プリパラーですね。プリパラーも分からへん。プリパラーというんだっけ、一応ゲームとメディアミックスしたアニメがあるんですけど。ああ、アニメの方です。私立アボカド学園小学部6年B組。
よく覚えたね。コースコンね。コースコンね。セコンドに13機のドム連れてたら最高なんだけど、ちょっとそれできなくて。周りをこう、リングの周りドムが取り囲むとかやりたいんです。それをアムロがスタナーで全員殺すみたいな。空手が来ましたね。殺人、キリングマシーン空手が来る。コースコンできいいなぁ。コースコン。ちなみに翔太さんは、お兄さんは、小学6年生なんだけど、アイスリボンでリボってこう小3でデビューしてるから大丈夫です。小6でプロレスでも大丈夫です。リアルで小3がデビューしてるんで大丈夫です。ああ、リアルな、ね。リアルで、はい。だからもう全然、キャリア3年ぐらい。葉っぱがあればいいってこと。そうだね。葉っぱ生活。いや、かっこいいけりゃいいってことだね、今ぶっちゃけ。ああ。アイドルだって。新大久保だければ大丈夫ですかね、出演的には。そうですね。あ、空手家エグいぞ、バルログいじめてるの。血まみれになってるバルログ。頭砕かれてる。おあ今の絵です。ワイプで抜いとくよ。ドキだ、ドキだ、ドキ、ノリノリです。オーバーザトップロープで落としてあげて礼をするってかっこよかったね。崖から落とすんだよ。うん。自分じゃなかったんだ。あ、アモスラが投げられ、スープレックスで潰されたバカロー。あ、あって帰った。キノコ見てるのやつ。コンスコン嬉しそうだな、嬉しそうだな。 あ、えぐい嫌いじゃないぞ。そのシャバ像が嫌いではないのだぞ。ゴリラがすぐ逃げる。あれ、いつの間にかそもそも落ちてませんか。あ、キアブチュード来ました。キアブ強くないでしょ。一切強くないでしょ。ファンですからね。ひそかに佐賀県出身ですか。そう、ひそかに佐賀県出身、佐賀県出身だよ。そうそうですよ、うん、そうですよ。まあ、リスられてタイガーマスクダブルですね。市内、市内タイガーを市内あ、空手ごとした。市内ごっちゃんです。やっぱプロレスラーそれじゃキャンプじゃねえかよ。あ、ま、あ、キュリキタこれ、長男がアポロだから、チータマン。これ次男だね。ヘラクレス。次男なのにあだ名は兄貴って呼ばれてるのでややこしい。めちゃくちゃ。それとヘラクレスにハーティー言うてるの。国籍変わってるから。ちなみにあの仮面タイガースプリンガーって言うのは本当はスプリングタイガーなんだけど、うん、略されてスプリンガーって呼ばれになったんだけど、そうとしたら仮面ライダースローガーと並ぶからややこしいんで、仮面ライタイガースプリンガー。そうです、はい、そうです。ほんとこっちだけの事情で話、今入ってきたやつも誰か分かんなかった。ちょっと待ってね、なんだっけ。あ、青いよ。青いね、落ちたんじゃない。ちょっと待って、ね、あ、これワンダーモモのワンダーモモちゃん、ね、ああ、ワンダーモモって言わないと本名出てるじゃん。本名、あれ、お前平田太郎レベルだ。うん、いつんだろう。で、誰だったの、あの青い子は。あれ字幕出てたけど、ちょっと、もう一回見逃しちゃった。ワンダーモモの上でしょ。リフトあるでしょ、兄ちゃんの話。コンスコンの話しかしないこらこらちょっと待って、今。髪の毛でいる人だからコンスコンの若かりし頃なんじゃないの。ちょっと待って。誰だろう。キャップヘッドなんです。カップヘッドか。ああ、カップヘッドなのこれ。カップヘッドだよ。全然似てねえ。カップ合ってんだけど全然似てねえ。かわいくねえ。いいでは。あ、そういうことじゃない。結構アメリカンかな。そうでないですね。完全なあのムーブだけでルールか。俺特別推薦。いい、俺が好きだっただけって。しかも衣装あんなもんなの。あんなもんで。あんなあれでいいんですか。あれ今でも通用する可愛さ。合格。出場決定。完全特別枠で押しやがったな。はい、ここまで言うんだったら。あさ、あの青い子は松浦かなんで、ラブライブシャンシャインだね。で、ひたすらハッピーパーティートレインっていうスプラッシュマウンテンが得意。あ、水泳が得意だから多分。それっぽいあれですけど、言われないと分かんないですね。じゃあ今結構女子率高いんですね、これ。そうですね。
女子会ですね、これ。あの、あれだよね、こう、キャブ君があの合コン行ったら、あの、マサ斎藤だって、あのパターンだね。あ、兄貴、兄貴モテモテだよ、これ。何ネタやるのかな、みんな。あ、キャブが、キャブがコンスコ落とした。ジェットストリームアタックの真似しまーす。あ、落とされた。やっぱ女には弱い。あ、ちょっと弱い。しょうがねえやな。女子率がまたアップしました。あ、兄貴頑張ってほしいね、女に。兄貴ね、ムーブがいいよ。まあまあ見てんやけど、目立つから。兄貴締められてる。嬉しそう。ニコニコ言ってんだろうね。あ、やべえ、下がくれた。あ、お願いします。あー、耐えた。あー、耐えた。しかし、時間終わらせない。あ、神声、エグ。あ、いや、やべやべ。しかもじゃあ、また雨です。ここで、あの、女の子キラーのスイーツ参戦ですね、これね。これ、女の子弱いですね。ほらほら、みんなまた雨に勝てませんよ。めっちゃ群がられてるような感じ。また雨がすげえ、べちょべちょしてる。なんだ、兄貴、あ、アトミックガイ。キングオブモンスター2より。ああ、アトミックガイって名前だったんだ。アトミックガイ、そうだ、アトミックガイ。ちなみに、あの、ワンの、キングオブモンスター1の時はアストロガイだったんだけど、あの、原子力の力を浴びて、アトミックガイになって、すげえ強くなったんだけど、あの、知能指数落ちてます。怪獣化してます。いや、わかったんだね。今出せないね、その下田は、あの、ネオジオ光線と、アトミックサンダー。ああ。アトミックサンダーは場合によっては発揮ですね。サンダーファイヤーパオーナー、大丈夫、大丈夫。アステカイザー。アステカイザー。なんでこいつだけ名前書いたね。プロレスの星ですね。あの、ちなみに戦績は45戦38勝7引き分け。意外と、意外と普通。普通のレスラー。扱いにくかった。ちなみに、あの、カイザースラウサーで両手で刃物で相手を刺すって書いてるのがついてる。危ねえな。あとカイザー、カイザースポッシュじゃないですか、ね、カイザークラッシュとかスマッシュ、そうですね。マックスマン多くなりましたよ。わためをマックス扱いすると。あの、ありがたパス。あとにすごい、スリーカウント入った瞬間が、あの、100円で復活してほしい。ああ、いいね。コンティニューって。コンティニューって復活。あの、一時期さ、あの、WWE のプロレスでさ、あの、ゲーセンのやつで体力減って死にかけたら、下手方が100円入れるんだっていうのなかった。体力全開するやつ。露骨に100円催促する方がのやつだった。今だったら体力全開するぞみたいな、こう下にえぐいプロレスゲーがあった。まあ今だったら単に課金なんだろうけど、体力満足物理を買います。あ、わたあめが落ちた。そうなの、ね、え、わたあめ、ワンダモーモー、あ、ルルカも、あ、ルルグも一気に落ちましたね。わたあめ群がるから。わたあめ待ってーみたいな落ちなんで。クリオ君がバックストロークホールでシブク決める。これ、あれだね、ドッジボールとかじゃない方だよね。熱血硬派とか初代熱血硬派。だからスクールボーイスかもね、これね。バックドロップは普通に技でありましたもんね、初代の。初代のスーパーミドルスって。はい。あれ、クリオ君の大運動会で投げ得意なの。何ですか、一応熊田が人間魚雷使いますね。熊田探したかいもん。そこだろうな、人間魚雷じゃないもんな。あとバックドッグ、あとアトミック外にバックドッグ。深読みしすぎや。あ、プレデター来ましたね、これ。おお、最強なんじゃねえの。ん、そうでもない。プレデターでも種類がいますからね。あの、だって最近の映画に出てくるのは若手のプレデターですね。ああ、ヤンヤンプレデター。ちょっと今はパワーボーム下手だったの。一発目に打つ技が皮出し切って体力ないみたいでやったの初だったと。ほう、聞きましたね。何やねん。ある意味、あの、ゴミ界のプレデターだね。怖いって意味だけだよ、もう。そいつは日本足多くねえか。気のせい。気のせい。気のせい。あれ、チューが取れただけじゃん。あ、ルージュラ来ましたね。海外版だとジンクスってもんだよね。あ、そうなの、ね。やっぱあれなのかな、舌で舐めるとかやるのかな。ブリザード系です、ブリザード系やんのか、ブリザードスプレックスやんのか。設定、ルージュラは設定やばいらしいね、かなり。基本ポケモン、あ、ビリーキング来ました、そう言ってる間に。うん、うん、え、ビリーキングってあれ、バーニングファイトの警官ですよ。
ネオジオちょっとアトミック街というネオジオ初期こそだね。でなんで全員主役じゃねえんだろう。ちょっとずれてる。全部ずれてる。おロックボトルの警官だね。いいね。わウィングマン来ましたねこれ。あのですね。夢選手の、はい、ドリームノートの。ドリームノート。ちょっと、アレックスと似てないか、色合いが。ちょっと脱いできただけで。ちなみに、下田はクロムレイバー、アイアーフィンかフロムヘルって、そっち反則ある。フロムヘルかいと思ったけど。反則技じゃんと。お、俺がビリーキング炸裂。ビリーキング、すごいな。ちょっと、あれだね、ルージュラがミスズに見えてくるね、首をやってる。変だろうな。ムスズ強えだろうな、今。ジャイアンツだもんな。でも飛んじゃいました。あ、ウィングマン綺麗だね、ジャンプ。おー、ね、さすが夢戦士。お、ジャックハンマー、ビリーキングパワーだね。アトミックやネオジ、同士打ちやんけ。あとで反省会だよ。いやいやいや、見とった。あと俺任せる。噛みつく、噛みつく。噛みついてる、噛みついてる。あと40ですね。あ、ホーキーにちょっと。おお。ホーキー全然見えねえ。めちゃめちゃ決められてるから。言われてもどこにいるかいい。ホーキーにホーキー伸びろ。ホーキーを折ろう。自分に折っちゃう。来ると思ったんだけどな。全然来なかったって言ってた。ホーキーわかんねえ。画面ちらついたかな。ショベルの前回ちょっと見られないな。ショベルがないんでね、なんかいろんな他の向きで頑張ってほしいんだけど。あ、ないんだ。お、いきなりホーキーホール、びっくりした。いや、しゃがんで何しようとしてる。うん、いきなりブルックポーズかと思ったんで。いや、スタイナーのポーズ。あ、アステカイザー、ね、寂しく。うん。ハヌマン来ました、ハヌマン。ハヌマン。えハヌマン。タイの時はあれですね、ウルトラマン。ウルトラマンの知り合い。あった。あ、そう。権利関係が複雑な。そうだね、あれだろ。ハヌマン、ハンだもんね。あの、あれだよ。あの、泥棒を手で使って引きちぎるんだ。ウルトラマンでもやらねえような残虐行為を平気でやるから。多分、ウルトラリンチも結構有名なんで、バトルロイヤルでは結構あれですよね。そうね。あるかもしれないですね。危ないな。危ないね。ハヌマン危ない。ここ、土作戦負けて出してるけど、ハヌマン、ほら。狂気攻撃だな。あ、BB サーマンだね、これ。ベイスターズのマスコットキャラのハムサーマンね。あれ、サーマンって名前だったの。あれ、サーマン。あ、ちなみに、あの、シャイニングウィザードとかするから、無刀ケージファンなんだから、無刀技がすごい。でも、可愛いですね。可愛い。ちょっと、ベムスターも欲しくなったけど、なかったね。なかった。ハルマンとショベルナリーとも危ないかなと思って顔見せしてるの2人だもんね。お二人が戦ってますよ。ビリーキングとクリオカが戦ってると警官対ヤンキーの喧嘩になるの面白い。うんうん、ショベルが丸め込む。剣剣あーっとクリオカ丸め込んだ。ショベルクラッチ、うん、あ、リリー来たね、忘れたところ、うん。ブンキーとかしたいな。これがセもうホーキを回してる。ハヌマンがホーキを振りましたよ。危ない危ない危ない。落とした何アピールかと思った。一人で回ってるわ。ハヌマンダイビングでも、お、ホーキに、あ、おお、押さえるとこないです。でもホークとスペースできるんだったら一人前って言うからね。ああ、スミス森尾、ハイプロスペシャルの主人公ですね。お、最後自殺する。ああ、そうです、ね、復活。うわ、そこ言っちゃうもん。まあまあ、ハイプロ発売記念ということで出しました。一番か最後が良かったな。なんですか、そんな人だって良かったね。若本スペシャル持ってんのかな。おお。地味にエグいよね。当時としてもエグいよ、ありえないことだ。ああ、ありえない。
あ、イナインバース。ちょっと今です。平成マサイでまたあれですもんね。本編の続きが出ますからね。スレイヤーズ。はいですね。あれなんだよ。この前七夕の時にさ、あの絵描きの人がさ、リナインバース描いて、うん、あの七夕だから巨乳になれましたみたいな絵描いてたんだけど、うん、思いっきし胸のところにあれを描いててさ、生々しい色を描いててさ、なんかあの売れないあのアイドルがこうあの最後セミヌードで出されるみたいな、あのわびしさを感じてちょっと悲しくなって、うん、そこそれやっちゃうみたいな。ハヌマン落ちましたね、うん、やっぱそこまで入ってあげないといけなかったね。ハヌマン意外と意外とエグい系の方が入るんだね、うん、意外と正統派系が残りましたよ。ホーキーがホーキーも危ないと今丸めこないで、うん、ホーキーね、見えない割には見えない裏相手するんだよ。魔法使いやっぱホーキーなんとか得意だな。魔女じゃねえと思うんだけど。あ、そうかい。あ、ホーキー落ちました。ホーキー魔法使いだから、ディナインパークを放り投げた。魔法の力で。おーおお。あ、キャプチュード綺麗。お、動物対決。右動物対決ですよ。あ、かわいい。勝率アップやで。ワイワイピタップ。あ、えぐられ、マスクの顔の中えぐられてる。なん、空気を読んでないのこの入り方。神よ神よ来た。あのガンダム界一のドキュンが来た。すぐ殴るとおなじみ。空手習ってるから。失礼しましたね。そう、空手習ってるから強いんだよ。郊外行きましたね。無双バージョン。ちなみに郊外だけです。郊外バスターっていうマッスルバスターの使い方。ちょっと明らかに筋肉の質おかしいな、筋だけ。この筋肉だった。多分あれだよね。これ赤壁のあの連艦と船と思ってきてる。ああ、ちょうど。おお、郊外バスター。郊外バスター。でも確かあれですよね、郊外って石油の後トイレに捨てられてますよね。そうそう、トイレに転がってたから、あのあれもうちょっとで死んでたわみたいな。こっちの沈みが重いとかよく言われてるよね。あ、スミス森永ドン、クラウン来ましたよ。ファイターズヒストリーのクラウンですよ。ティックアカードですね。ああ、できいですね、できいですね、うん。あ、リリーもリナインバとか普通にどんどん勝ち星拾ってんの。稲葉女子、夏といえば稲葉女子、怖いですね。こうリングの絵もちゃんとライブ用でしょうですね。そうですね。いやね、ライブ用でしょ。ちなみにあのやっぱ霊感はあの首絞める技が得意なのね。首のドゾゾゾさせるから締め落とすね。締めたんです、怖いですね。髪にとあれですね、ニュータイプ対決してほしいですね。そうですね。なんか死なないかなと思って首を締めたんですけど落ちたんですよ。なんで急に左コーナーというか青コーナーに見たの。何かあったんだ。あ、タップレール来ましたね、カビウト。あ、でもガンダム界の階段だから見てくれるの存在はね。そうです、存在がそうですね、うん、なぜ作ったのか。俺ごとクラウンが炸裂したね。あ、ジュンジのこの丸め、オチの丸め方がうまい。あ、10名とちょっと被ってるぞ、ジュンジ。そうだね、衣装が、あ、走れ、怪しい、走れた。あ、スライディング、あ、10名、スライディング。ちゅうか、突き見せれば丸め込む、順次怖えな。突き見せたらすぐ丸め込む。こういうのも来た。菊池涼介来ましたね。広島カープの選手。広島カープの選手ですね。なぜかこいつだけプロ野球選手で作られてるから、出さざるを得ない。なんでさらっと言うたの。ちなみに、新日のナイトテテヤがカープファンだからね、多分仲良しなんです。ディスティーノが勝ってほしい。あ、ほら、ジュンジの丸め込みで、人が倒れたらジュンジが丸め込みに来るっていう、このすごい隙、やばいよ、ジュンジ。向いてるね。隙見せたらね、丸め込まれる。でも、ジュンジやり合っちゃうんだね。もうあの青いの誰が来てくるの。神優か。神優ですよ。神優よくできてますよ。そうだよ、このスーツよくできてます。このせいで憎い思い出がないから、どうも頭見てあげられない。ちなみに10名のダイナマイト伊豆の落としはなだれ技なんで、まあ見れたらいいね。まあ見れ、超人だからね、うん、意外とロープはポストにはぶつけられてるからチャンスはね。ヘルシェイク来た。ヘルシェイク。ヘルシェイク
でもこんなにメジャーになるとは思わなかったですよ。でも元はでもね、本当に一緒しか出てないしね、ヘルシーク。あれ原作で一緒だけですよ、うん、本当にあそこのヘルシークしか存在しない。そうそう、それから伝説になって、うん、ひたたのヘルシークって技なんだけど、あの、うん、ストロークっていう技なんだけど、あの元のレスラーがあのギターの扱いが得意なやつのひたただから意外と合ってる、うん、一瞬ギターといえばホーガンかと思ってその頃ロックをやってたみたいな。そういうのちゃうわ、ロックミュージシャンである。プロレスには木こり、柔道、いろんな出身がいるが、もちろんアマレスロックミュージシャンである。あ、そう、ジェフ・ジャレットがそのギターの攻撃得意なんで、その意外とね、ジェフ・ジャレットと合わせてるんで、ね、ヘルシークよくできてます。でも、稲川神社みたいと思います。今、三角形で今、足をグググって今、締められて、これ怖いですね。足がくの字に曲がって、痛いなぁ。痛いなぁ。ギブアップしたいなぁ。決められてたんですよ。タップしたいなぁ。足が動かなくなってきたなぁ。マジな。丸め込む。隙あらば丸め込む、この。いや今。あ、じゃあ郊外か。あ。もう。あ、危ない。ああ。もう十名が。あ、菊池が華麗に腕を取り返す。うん。神優が郊外を粛清しちゃったんだけど。あ、したの。神優えぐい。あ、十名に。あ、えぐ。ジジイ強くねえかあれ。大人には強くねえかあれ。今日は反抗する大人ですよ。このですからね。大人に反抗するから、ね。足上に強いな。ああ、しかし、ああ、落とせ。ああ。今、順次が拝み、あれ、拝み渡りチョップやったね。あ、サマノトリア老人。あ、帝国やね。あれじゃないの。もう一人の王子探しに来てたんだよ。入れ違いってやつだな。ローレシアの王子探してる、うん、ああ、じゃあまだレベル多分ローレシアの王子は多分普通に今洞窟向かってる、うん、あ、有田鉄平ですよ。もうあれだよ、ローレシアでよかったじゃねえの。有田とシュープローシーズン3記念、うん、ああ、おめでとう、おめでとう。もう始まってましたやっぱね、長州ファンだからね、悟り方が一つのなんだね。長州ファンなの。そう、長州ファン。おで、長藤。まあ、これからですね。これ、個人的にはあの永田さんと、おい長藤っていうあれをやりたかっただけなんです。ああ俺、ちょっと長与次方間違えてたな。リオナファールね。ちょいバーチャ入ってくるやな。アイムナンバーワン負けるもんかも。油断していると思う。なんで歌っちゃうの入場曲これしかねえな。うん、アイピックユアハート、あ、違うわ。あ、ゼクロスですね。ゼクロス来ましたね。え、ゼクロスなの。ゼクロステレビでやってたの。いや、一回だけです。あ、そうなんだ。なんか本でしこれ見たことなくてさ、映画じゃないの。いや、あれテレビなかったっけ。ちょっ、俺も本でしか見たことなくてさ、幻想が。元々雑誌連載だったんで、元々雑誌連載だけで、それで一回だけスペシャルやってる形だった。動いたの見たことないから、幻想が高まってる。あんまり俺もね、漫画でしか読んでないし。今スピリッツの方が有名ですもんね。うん、でもこうベイダーマスクうまく使って再現してるからすごい。逆にあの初期ライダーっぽくて怖い、ライダーっぽくて怖いんだよね。あ、そう。意味な、角ないバージョンに見えて怖くてしょうがないんだよね。意外とあれですね、ゼクロスとあのそのカープの子かぶりますね。赤いから、ちょっと兄弟みたいになってますけど。ちなみに長門の下田はビッグセーブの力侮るなよっていうクロスアームサンダーファイヤーパワーボム出ますかね。だから基本あの天竜というボム系がみんなやっぱあれか、魚雷だからボム系が得意なのか。戦艦ですからね。戦艦だから、ね、うん、あ、うん、ブロッケン、ブロッケン来たよ、ブロッケ ン, 来たよ、ブロッケン。ああ、もうスルーしようと思ってた。ドイツの科学力を見せに来てる。あの手が伸びるあのノーザンライトやってほしいんだけど。イテオリオンもドイツじゃなかったか。
リオン、ドイツだっけ、イタリア、なフランスとかイタリア、ヨーロッパだよね。ああ、で武器屋の息子だから。第5位だ。ブロッケンかと思った。ブロッケン嫌いやん。来るなに、あ、リオンとハリシェクが今気が合ってアピール。いや、二人とも尖ってるからね。いやでも意外とヘルシークのこと考えないな。そう、ちょっと色がちょっと薄いからね、やっぱこうネクロスのヘルシークのことって思ってたけど、本当にヘルシークのこと、ごめんヘルシークのこと考えてないけど。ネクロスが狙ってね。ネクロス狙ってんだよね。あ、バラモス、前回すげえ大活躍した優勝候補のバラモス大魔王。あれゾンビじゃなかったっけ？バラモス、普通のバラモスですね。バラモスゾンビはね、骨だね。ああ、活躍してるじゃん。狙い展開強かった、ね、3回ぐらい勝ちるんだ。ハノスの変わり人って感じだったのね。うん、絶対同じベクトルらしいの、ハノスと。あ、ちょっとサムラトリアの王子と戦わしたかったのに速攻逃げたね。あれ、王子いなくなった、いなくなった。バラモスが来た瞬間帰った。あー、まだ早い。じゃあグラフィティでメガンテリスネークがあったとかちょっと読んだね。いなくなってからサムラトリアの話し始めるっていう。色々してあげれば凍結状態に僕にどれよ、どのババアよ。ちなみに下田はチューチュー種かいなっていうリップロックだからね。あ、危ねえ、ちょっとリオンに吸い付くかと思ったのに、ちょっと違う技だった、うん、ね。若い男にはね。そうだね。惜しかったね。あ、レイチェルですね。マーシャルチャンピオン。うん。一番人気。あ、ヘルシェイクが。あ、落ちましたね。ね、ヘルシェイクのことを忘れないでください。アメリカンクヌイチ一応、あ、アゼクロスがブロッケに、うん、だってレイチェル、お前あれだよ、ゲームエスでレイチェルアイランドっていう特集が組まれたぐらい人気キャラだったんで、他のキャラ知らねえだろ。ちなみに下のシャドウアタックっていうエルボーパッド、うん、まあ残影だったね。そうそう、残影ですね。遅い残影。いつの間にかリオン落ちましたね。そうだね、早いね、早い子は早いっすね。レイチェル対ブロッケンの夢の対決が、そうですね。まあ、外気だ、うん、おぉ、アップ集って格言集が一気に高まってないですか。バラモスにはちょっと頑張ってもらわないとね。格言キャラが半分以上ですよ。お、うまい、レイチェルすごい動きいいな。ティッカマンブレード、ティッカマン、なんで好きやけど。いいやけど、ちなみにちょっと出番早ければ、あ、はい、それ今の今のエゴイストドライバーが下田のボルテッカって思うんですね。すげえ、ボルテッカ連発してるぞこいつ。あー、取った、ボルテッカ連発。おう、最高とボルテッカもね、やってほしいと思います。全然最強でしょこれ。どう見ても誰がリモコン持ってるかですよね。そうね、悪の翔太郎くんの将軍 KI をまたわって思ってる。長い。翔太郎くん。翔太郎くん。これ FX だったら出禁なんだよね、この横山。そうですね、あのワンだけ、もちろんやつでも結構悪人にリモコン奪われたりするんで、ね。みんなリモコン、みんな考えるよな、それ。まあまあ。リモートコントロールだからね。いや、制限の心とかじゃないもん。ああ、おお。あ、あ、え、川原雅ですか。ライブアライブのキャラクターですか。川原雅。ライブアライブだよ。無理だよ。ちなみにこれ名前がすごくてさ、高田信人の高と藤原義明の原と前田明の人と船木正和の勝を合わせてるから、うん、ある意味これプロレスの塊なんだ。レジェンド級のね。はい。完璧キャラだったんだね。ちなみにあのステータスはあの原始人とかゴリラに負けるほど知力低いんだけど、格闘センスはすごい。あの、待ってっけ、溜め時間が長すぎて最終編で使えないんですよ。そう、耐えて戦うっていうプロレス的なキャラだからさ。でも技はトップが一番強いんですよ。ああ、でもまあ格闘では強いからね。
どんどん、お、ラピラピプロレス、お、飛んだ、お、すげえプロレス、おお、なんでここで決めた、場外で戦ってる、ミキルが、ロイヤルランブルールで場外で休むってのはでも有効なんだよ、隠れて、できればね、ミンズ社長とか意外と隠れてね休んでたりするんだよ。解説席にいるだけですよ。倒れたふりとか。うん、テッカマンが。テッカマンが。テッカマンに潰された。テッカマン結構キリ率高くない？うん。今、エースです。あ、すげえ。変わる変わる。テッカマン狙い。うん、下が引き下言うたか。お、ガイの膝蹴り結構見てて気持ちいいんだけどな。ガイできいいよ、うん、すごいできいいよね、膝蹴りが見てて、あ、ほんとゼロゼロっぽいみたいな、ちゃんと考えないと、ちゃんと椅子の落としとか、おぉ、椅子ならやる、分かってる、もうすぐ負けるね、ジオング嫌だよ、かわいい、スーパーロボット対戦作ってきましたね、そうですね、カマも普通に入れて、レイチェルも寂しく帰っていった、レイチェルもそろそろ、ああいう位置のね、花が。あ、ER カンフーのリーですね。女入ってこいよ、この流れなら。これあれだよ、高田がいたら喜ぶよ、うん。しかも逃げ、元気はガチチョークスリッパー決めるっていう、これ、えげつの。そんなんないやろ。ないやろと。蹴りだけでええやろ。ヒアブチュードが特殊コマンド入れたらやってくれるかもしれない。ザンギフのアキレス剣バトル。さっきは締めしか締めんだよ、ER カンフー。あ、あ、ジオングがガイを、おー、ロボ対決、どんどん落とされてる、ない足、足がないのに、足がないのに、鋼鉄ジーグ来た、前回サイコラ編出て微妙な空気になった鋼鉄ジーグ来た、前回優勝でしたっけ、ジーグ、前回ジーグだっけ、ジーグじゃなかったでしたっけ、あー、もう微妙な、どうも悲しい感じになっちゃったやつ、後で字幕入れとけよって話になるよ、ね、入れとけよ、これロボット多くないですか、ロボット増えたね、あ、届いた、あ、人数も減ってきたのか、なんか次の出てこないんだよ、なんか、あ、来た、レタヒーローですね、あ、デッカマン落ちました、あー、変わるからレンタヒーロー、最近ちょっとね、レンタヒーローの動画見てるんですけど、なんでよ、まだ、いや、ちょっとお気に入り動画がレンタルヒーロー始めたんでマイクハガー、あ、ガイと入れ違いだ、あー、なんかブラに見えるな、危ねえな、どれ見ていいか分かんなくなった、これ見てよ、アイオワ来ましたね、アイオワ、あー、これも観光例ですよね、あー、この国外というか外国が、ね、はい、ちなみにこれ私服らしいですね、これ私服なの、私服らしいですよ、なんで知ってるの、一応は、ちなみにあの下田はアイオワボンバーっていうワックスボンバー、うん、分かりやすい、やっぱ、はい、その頃ロックミュージアム知ったと同じパターンだ今のキャラは、あ、キティはこれもマーシャルチャンピオンの女性キャラ、あれだよ、あれだよ、レイチェルのライバルだよノーリアクションキティだぞ、お前キティ知らねえのかよ、うん、俺はちょっと使えない言葉を言いとなるぐらい、ちなみにプロレスラーを父さんがプロレスラーだから、女子プロレスラーみたいなもんだ、適性はある、ああ、サラブレッドであるわけですね、いつの間にかジオングとリーが来ましたね、ジオング早かったね、なんかイメージ、そうですね、ちょっと鉄人っていなくなったんだな、ね、ロボットいねえなと、運命だったと思うんですね、ジークしかいねえ、やっぱジーク勝つんじゃねえか、三原がなんかすげえ粘っ強いな、粘ってる、うん、しかもやっぱちょいちょいいるよね、そういう強い系が、ちゃんと戦える、なんか、うん、なんかそういう、あ、顔に飛ぶ先だよ、そう、おお、そう、最一番最後に出てほしいね、トムさん、ずるずるがしくて、え、マイクが当たるのがいいな、それだったらやっぱラリアットの威力だけは10なんですね、赤鬼トムさんラリアットをしただから多分強いよ、うん、しかしここ走れないからね、バトルロイヤルバリアブルジオの先打ちですね、ゆうかちゃん、懐かしいです、懐かしいですね、
そういえば今日の主役が今ちゃんとリバイバルすればいけそうな気がするけど、いや、いけるでしょ、うん、ああでも新しいやつ出たんですけど、あんまパッとしなかったですね、うん、あデトアラにあのキャラ火災じゃん、はい、デトアラのあの格ゲーじゃなかったですもんね、バリアブルジオネオワですね、確かに。あガチガチの体だ、はい、やっぱなんだかんだエロ時代が黒歴史になっちゃうかと思うとね、不利だね。キャラ性も変わってましたしね。ああそうなんだ、まあ、木村隆弘今そんな使えないですもんね。あ、話しようがユカチンに落とされた。話してたら普通にガンガン打撃が空手立ち悪い、ね、ガンガン打撃をああ落とした2発強い。今あら黒歴史を忘れたいからごとくどんどん殺していく、うん、そうだ、うん、これで勝てばなんか言うと、おーできいいやっぱいい。ちなみに防御力は全マーベル中最強、すごいです。おーちなみに70から100トンまでリフトアップできるって書いてます。すげえ強い。この間はデッドプールで活躍してましたからね、2の方で。70から100、何本名はピーター・ニクライビッチ・スプラスプスプラスプーチ。甘噛みしたね。甘噛みしちゃったね。X メンと暇な方と言われましたもん、ね、妹も可愛いんだな。イカインクリングガールで、これはスプラトゥーンのイカ娘ですね。ああ。一応名前はインクリングガール。なんかオフのような格好してるけどね。なんかね、なんかいろいろ聞きましたね。ちなみにあのイカだけに骨が体に骨ないから多分関節技には強い。ああ。スキル柔軟性とかだね。うん、軟体系だね。あの猪木張りにアキレス腱取られたら足決めてみるこの野郎って言いたいのね。聞いてないアピールするね。うん、お飛んだ。飛んだ。あら。ティティが寂しく。ああ本当だ。トムさん怒られてる。ジー怒ります。残るね。トムさんがねあのねあ来るでした。ああトムさんが殺さずに。お。普通に落とされて。ラリアット出さずに終わったね。寂しいね。いやなんかもう出す技が全部クラシックで目が離せなかった。リングガールが絡みついてますアイワに。絡みつく。鎧抜きしたい、うん、女子とロボしかねえじゃねえか女子そんなアトランティス好きだよ。アトランティス新章の大活躍があるんですよね。ここでさかなクン絡んでほしかったねあまりにもかけ離れたね。145万パワー必殺技アトランティスドライバータイガードライバー91。お、さかなクンが説明してほしかったね。あのピンクのジョイメカ？ジョイメカですね。あ、ジョイメカだな。戦闘用に改造されたお笑いロボット。秀逸。あ、ビクトル来ましたね。殺したっかぶっちゃうね。そう、かぶってるね。ちょっとかぶっちゃったね。あ、ドミライター。ちなみにあの、なんだっけ血縛りだっけアトランティスの人呪文使うから、うん、あれ使うからアトランティス強いよ。なんでこんなこれね豪傑寺 の女子プロセナーのアンジェラですね。ああごっついのばっかりになってきたみたいな。ジョニー海外ごっついよ。これなんか左下おかしくねえか左下おかしくねえか。あ、違う。アンジェラ、ゴーケッツの方か。そう昔すごいブサイクのデカキャラだった。だんだん美人になってきたから、なんか時代、まあ、しょうがないじゃしょうがねえよな。誰もやってくれねえもんな。ブサイクってちょっと男はまだギリいけるけど、ちょっとあれに、なんか流行外伝の味に似てるなと思って。あれ流行外伝あれレミー。レミーこんなごつくねえだろ。俺てっきりワイラーかと思って、ちょっとワイラー男だしなって。ちょっとワイラーの方が綺麗だろ女ワイラーみたいな。
レニーがあの薬を煽ったらこうなるの、お、加納涼君ファイターズ族なんかその辺の国営兵だったの、前受け見て奇跡に、うん、まあまあ強かったの、まあまあ投げキャラだから強い、うん、え、飛んでよって言ってたら、ね、足すごい、すごい高い、なんで左に集まるのみたいな間合いを取るレスラーがいないとやっぱ集まって寄ってきちゃうんだよ、そう間合いを取るっていうやつがいればそれをかけていくんだけど、寄るっていうロジックばっかだともうどんどんどっかに行っていく、フォロスタス落ちましたね、よく見てた、アンジェラのダイビング戦闘、あれフォロスタスじゃねえや、殴り負けた、すげえ、呪文はめられた、ちょっと呪文変えるか、ああビクトルが、ビクトルが決めた、みんながなんぼのもんじゃないかって追放した、あれでもあの女の子誰だっけビクトルの一緒に、ああ誰だっけ、誰でしたっけ、あ、ハシビの子来ましたこれ何なの、これは獣フレーズ、獣フレーズ、ああ、はい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 、そういうことね、全然わかんなかった一応アプリ版では戦ったりしてるんで、あ、そうなんだ、で、頭突きで私が来たサバでした、早速出したね、アンディ来たよ、アンディ、首読めるとジャックハマー、ジャックハマー、アンディ、うわー、普通にジャックハマー一発で決めた、おお。キャラが女優名か、あとね、なんかね、この感能力を声の設定間違ってるの、あ、ソニックキャットだよ、ソニックキャットだ、うん、ここはソニックプラズマボムですかね、あ、そうですね、よくわかりましたね、ああ、元ネタライガーなんだね、こいつね、元ネタライガーなんだ、そう、主人公誰も知らないだろうって感じそっちの方が目立っちゃったから、あ、そうなんだ、食っちゃったんだ、うん、うん、食っちゃった、違う、やっぱ目立つじゃんやっぱあれなの、記念、あの、なんとか記念体育館があんの、イキャラの人公園、うん、レスレンドですだから、ね、オロチですね、オロチやるんですね、あ、オロチ、あの、これできるよね、これ、ひたただあの魂を抜くパンチでゴールデンレフトで代用してます、あー、いいですね、よくできてる、うん、本当に一瞬で分かったもん、オロチだ、だから天使だって俺らはもう分かんないけど分かりなさいよせっかく呼んだのに、オロチとアンディはね絡みませんね、綺麗に分かれてます、お、ミスターカラー、ちょっとネオジア色濃くなってきてんじゃないの、これ急に来ましたね、ハシビロコは手先得意だな、バンバンヘッドバット引っ込める、もう全部入れてんだろうねえぐい、カラテがえぐい、あの、加納涼子なんかね、音の設定ミスってんのか、あ、そうか、ずっと鼻歌、鼻歌ばっか言うときはね、フォールしててもなんかうるさい、すごいうるさいんだよ、多分設定ミスだと思うんだけど、ずっと鼻歌歌うとき狂ったようになんかそればっか言い始めてる、あ、ボンバーマン、ボンバーマン白ボン、白ボン、白ボンだね、あの、周りで黒ボンとか爆弾投げ込んでくれた最強なの、場外、あ、そうだよ、見せ物がすっげえ笑顔が怖いわ俺ごとボンバーが炸裂した、危ねえ、ただ変え自爆だから、ソニックキャットがホールを、あ、横取り、もう垂直落下試験、ライガー割りだね、ライガーも、お、もう完全ライガーだからね、これ当時ライガーがヘビー級にチャレンジしてた頃だから、これ頑張るキャラで主人公扱いよ、空手対オロチって普通に警部とか見られそうな、普通にやってんだ、こうプロレスでやる意味であるって言われるような、まあまあエクストララインだと思う、あとビクトルがどんどん勝ち星を、ビクトル地味に残ってるよ、おー、すげえ投げっぱなしだ、あれアンディ帰った、アンディ帰っていったね、帰ってましたね、大した活躍を見られず
クーファダンぐらいやってほしかったのに超レッパダンぐらいねやってほしかったちょっとねあのおでこに熱いを感じたんだよねあの疑惑のおでこちょっと露骨にひどく作ってなかったかっていうあのハイプロで武藤のちょっと頭頂部がだんだん肌色にかかってくるのと同じぐらいの悪意を感じたから、うん、ちょっと感じてたオロチが落としたあ今のセカンドロープのセーフだねああよくわかるあの トペ狙う用のホイップがあるんだよそれがセカンドロープの上じゃないんだよ あラストライドあレイマンご存知レイマン、うん、みんな知ってるアメリカの人気キャラレイマンだよいやえ知らない UBI のマスコットだよUBI が何かも分かんないなんでお前あジョナサン・イングラムだジョナサン・イングラムポリスノーツの、うん、一応警官だからね格闘は得意だったね声ドカベンと一緒ですよ確かあ、そうなんだ知らなかった田中秀幸だよあ、ターダン山本ですねシュースローヘモトヘモト4秒ぐらいで死んでほしいなあ、ダメよあ、ビクトどうしたジョナサンあったポリスノーツでさ、爆弾をあの次元爆弾解体するやつがあるんだけどさ、うん、あ、ヤクザ負けちゃったよおいそれさ、なんかちょっとテレビのボリューム上げろって言うんだよで、あ、ありましたねで、爆発する音がめちゃくちゃうるさくて親に怒られるっていうこの罠あるあるですよわざと音下げられてるんだよだからボリュームテレビのアリーナ忙しいなやっぱね言う暇ねえなあー急にここドラクエなんだアリーナ姫ですねおてんばおてんば姫おてんばです一つはキラーピアスっていう神声です、ね、まあピアスっていうかもう打ち抜くっていう感じあーフナッシーですねフナッシールブッシャーほえちょっと放送禁止レベル、ね、うん努力はすごい感じるだけに怖いよあの揚げ玉ボンボ焼けそばの弱点は水なんだって麺をふやけるからだから長期戦で相手が汗かくとだんだん弱くなってくるもんねああジョナさんが空手を絞っ倒したジョナさんがあんまり誰が誰してるか分かんないそれでもちょっと空手って意外と空手がしたりターザン活躍してるしてるパコ麺くださいそれが一番のセリフじゃないんだけどねえ、あのおにぎりの方がいい厳しいくーそばに焼きそばがいるのほらやっぱり誰もレイマンの話ね人気者なんだから海外じゃお前レイマンみんなレイマン夢中なんだぞお前多分今バンライのレイマンコールしてるあの外人がスマブラ喜んでるあの動画横にはめ込んで嘘しにしたいレイマンが優勝してる時外人が泣いてる動画をイエーイあのね、カンコレのキャラ入ってるときってシーンってされるポッポッポーヘノフトさんがよく出てるうん、まあちょっとドンキーと絡ましたかった初期任天堂軍団みたいなそうね英語遊びとかねしましたああ、クロスだね、手の十字とかまあ十字じゃないけど意外ですけど意外ですけど、まあそう見えてくるのがファイブのいいところその絵がそれらしく見えるっていうのがやっぱファイブのいいおっ、ショーハヤテ雲目白くここは主人公入れるんだ出てこないと思ってたからあ、そう、入れます、うん、おお。実戦空手にグーメの融合させた全く新しい格闘技僕らもすごいよで、あれ実戦空手今プロレスを組み合わせた、ね、新しい格闘技に挑戦しようあうまいねもうおあ、フナッシー落ちた展開が早いぞ早いですねうん、早くなりますこんな中ターザンまだ残ってるんだよねいった瞬間危なくなったさすがお一気に減りましたね若干のインターバルゴックでさすがゴックだなんともないぜそれでも毎回みたいな感じちなみにやっぱゴックなんともないぜハードボディつけてるが強いなんともないぜでも首がないんじゃなくてちゃんとあれしてるんだそうねちょっとすごくでしょうまいうまいうまいギップル来ましたね
なんでやねん。何の絡みもねえよ、びっくりした。ぐるぐるの風の精霊ですね。うん、そうだね。あの、まあまあね、戦闘能力ないけど、あの、テントになるから便利。あ、なんか書いちゃったね、そういう。あ、ポポコ来ました。前回は武器持ってに、あ、しない。前回ね、遊戯場時に、あの、バット持って入場して、ってってすごい相当面白かったのに、今回ちょっと。いきなりエプロン下から入ってる。今度は、あ、入りに慣れています。あ、厳しい。あ、お、クリスレッドウィール。さらばターザン。ターザン。バイオハザード。あー、クリスってさ、顔変わりすぎてね、色々。毎回変わるよ。髪の毛の色も変わってるよね。だから、いっぱいいる説でいいんじゃないゼロゼロセブンのジェームズ・ボンドみたいな、ね、ジム・サーポーみたいなね。そうやばく始めみたいなね。あ、物語の真相に近づきたのでテレアス君は多分クマのぬいぐるみだった実況さん。おっと、もうスーパーワン、お、スーパーワンなんですね。宇宙だ。よくあの顔のラインとか無理やりあの新崎人生のお経のラインをうまく使ってるんです。よくできてるなって。おお、なんか耳なし法一バージョンだね、これね。すごい。チェーンパイフとかね、これまた風雲勢がだんだん増えてきたよ。名前なんだっけ、この DJ。 チェーンパイフ、チュンパイフ。ポイって言ってて火の玉出すしか傷がねえだもんね。あと、あ、伝説の狼にもらった帽子が見えるしぐらいしいうことないんで、これをいちいちここまで作り込むのもすごいけど、そんなそれ以外言うことない。なんでこれを作ろうと思ったんじゃない。ものすごいテンション上がったやろうね。もうあんまりにもごちゃごちゃしてないからポッポが目立つ目立つ。さあ、それ消えたポッポ。うん、意外とあのね、ギップル色のやつらが多いんだ。あ、ポパイが。あ、ポパイ。見せ場なく。あ、風目視力対決。いいですね。あ、ほんとだ。風目視力は。いや、やめよう。お、あ、ポパイ。お、クリスのマンモスドライバーが。えぐいバックドロップ。えぐいなスーパーワン。お、スーパーワンスクリュードライバー、やばい。 SSD じゃねえか。スーパー SS スーパースクリュードライバー。おー、スーパーワンスクリュードライバーだね。お、ピラサウルス。お、ピラサウルス。いや、知らんよ。プロレスラー。仮面ライダーの怪人ですね。結構バラエティで有名で、自分の毒ガスで死んじゃったっていうんで。で、それでやってきて、毒ガスに耐えられる強い体を持ったプロレスラーを改造しようっていうので、ちょっとこれがピラサウルス2世ですね、だから。はい、改良版なわけね。改良版です。で、本当の目的は、この観客席にいるビップを殺すことですね。ああ。はい。ために、よし、ちょっと、はいはい。で、本当はさっさと試合負けて外に出た方が目的は達成するんだ。そうですね、お客さんも入れつつ、はい、あれって、呼ばなきゃいけない、はい。そうですね、お客さんも入れつつ、いかに殺すかっていうのがですね。見せながら勝つみたいなね。うん。見せながら。ネット信者できないことをやってるんだけど。メインイベンターみたいな。そうだね、本当に入った頃を狙わないと。ゴードンボーマンですね、このね、はい、風目視力の警官ですね。風目視力ね、なんか気のせいけど厳選な抽選の結果だから、ね、しょうがない。いやいや、仮に固まってなくてももう3人出てるんでしょ。アンドロメダ、アンドロメダ。俺はどれのあのウルトラマンすごいやんね。中身がどれかによりますね。漫画版とゾフィーと、あとはやったっけ、アニメ版が、アニメ版の実写版がありますんで。うちのパーツに貼ってあったやつ、ヒールで。それは多分実写版ですね。実写版だった。今、スピカマンの末裔が好きだよね。3なんですね。末裔でしょ。そうです。コンボ使い。ちなみに6面で出る主人公なんだけど、バグで出てこれないっていうすごいシステム。そうだね。あれ3面止まりだっけ、あれ。今誰か帰ったんだけど、黄色いやつが誰も来たんだけど、なんともなかった。スーパーワンの人がいないんだよ。あ、そうですね、消えてる。ああ、じいさん出ますね。あのウルトラマン名前なんて。あ、マイティーズ。アンドロメロスなんですけども、あ、オッケー。
漫画版と雑誌連載版だけでウルトラマン。ややこしい、いろいろ、いろいろもう。最初のやつはアンデモジックなんですよ。あれ、鎧なんで。中身で誰かってのはしまったんですよ。何を言うとるんやつ。つい150人目。お、急に、すみません、サードで。もう終わるの、あっという間だよ。でももう1時間35分語ってんだよ。長いよ。これ俺編集するぐらい する気になれない。もう20時間ぐらい。もう音ずれてもいいから、その上げてしまいそうだね。どうでもいいや。音ずれはギリ大丈夫かもしれないけど。あ、警官と警官が争ってる。欲しい。あ、でも結構ゴロフキが。お、マイキー君普通にフェイスカッション、普通にプロスしてるのに落ち着くの。いや、そうだ、もうマイキー結構激ウキなんだよね。あの武藤めぐみもいたんだけど、ちょっとあの新バージョンのコスチュームだったからさ、ああ、俺的にはデスベンジェルスにたくさん入れてほしかった気もするんだけど、ね、日高美美とか、個人的にサンダー・リュウコとか出したかったんだけど、トヨタマとかね、おーっと、モンゴリアン、ジャガーモンゴリアン、ジャガーモンゴ、ジャガーモンゴ、山田君、すりゃいいと思う。アンドロイドさん。大したくメロス落ちましたね。あ、アレックスがクリス落とした。カプコン同士打ち、おっちゃんの字が違うんだろうな、本当だ。ジジイ残ってね。ジジイすごい残ってる。なんでだよ。しかもまだ毒ガス残ってるね。毒ガスに耐える体力、まだ毒ガス入ってないですね。なんかね、無双とか的な毒ガスで負けてほしかったね。あ、まだ1の方じゃんとか。厳しいの、厳しい。お、あ、これはアイマスですね。これはでも、ぽっちゃりキャラっていうあれなんですけども、これ、ぽっちゃりどころが関係者。やばい。ちょっとやばいね、これ。大丈夫、大丈夫。一応体重51キロって話なんですけど、51キロって体がないですよね。うん。ちょっとだ、一応相撲が得意だからね、あの、なんも関係ない。椎茸ですね、これ。わたるより。ねえ、椎茸ですね。シイタケクラッチ、シイタケキラサイロスにシイタケクラッチ。傘の部分が全体ね。まあでも結構傘が張ってますね。多分上空のシイタケなんでしょうね。あとシイタケ嫌いな人結構いるからね。Xbox の絡みも一切しないんだね、これ。これくるくる回ってたらロープ振ってるってことなんでしょ。そうですね。ああ、ちょっと首ったけですね。いろんな意味でこれ。その横でマイキーが普通に淡々と処理しているっていう、ね、うん、あ、なんか来ました。スマッククロス、わ、スマックで、おお、力比べ、自分の胃袋で相手の胃袋、ルカリオ来ましたね。マイキー、ルカリオ、ルカリオ、ポケモンか。波動ポケモンですね、これね。弱っ。あの、外人のコスプレっぽいよね、その、見よう見まねでやりましたみたいな。忍者にしか見えない。こういうのダメな。ケシカスくんですね。ケシカスくん。子供人気ですね。お、開幕の武器。難しい。いい動き。意味が違う、いい動きだもんな。ルカリオとこのケシカスの対決で子供多分今夢中になってるわけだから。あ、そこにミンス・マクホンも悪のオーナーですね。このタイミングで入ってくると優勝狙ってるね。そう、完璧に勝ちに来てる。完全狙ってる。うまい、うまい。俺がシイタケ負けるわけねえじゃねえからね。このメンバーなら勝ってやっぱり。そしてサン、ティーホーク。サンダーホーク。やばいじゃん。あーってなってね。各種チョークスラムがメキシカン台風です。青が多いですよね、出た。そしてカンタムロボ、カンタム緑行ったやん。こいつの超必殺技が、あの必殺技がカニバサミ。ただの組んでるカニバサミ。超超カンタムだったらカニバサミなんですね。へ、こんなパワーアップしないと出せないんですか、ね、はいはいはい、はい、でゲッタードラゴン、ゲッタードラゴン再現してんだね。究極限界、あ、究極極限限界名物カンタムカニバサミっていう人。言わせたいだけシリーズっぽいな。ゲッタードラゴン、ゲッタードラゴン、ああ。ゲッタースイングとゲッタージュイエットスイング、うん、
ドリュンって結果くん投げるのかよ。ゲッターパイルドライバー、ゲッターナックル。急に押しのやつを全部ゲッターってね、ゲッターってこと。なんかあれだね、冷静に見て消しカスすごくかわいいね。そうでしょ、かわいいでしょ、かわいい。潰されてる、血まみれで潰されてるけど。消しカスくんとなんか流血してますね、これ大流血する。どこから火出んだろうね。簡単なのがシイタケのどこ、シイタケのどこ、どこを下手の部分伸ばそうとして。あれ、消しカスくん負けてるとなんか、あら、あ、シイタケの武装の寄りなんだよ、これ。あー、かわいいね。シイタケ食われてますね。ジャパニーズマッシュルーム。勝てると思ってめぐりみたいに勝てるみたいなパワーボムだ。ゲッター、あ、ゲッタービーム。焼かれる、焼かれる、焼きしいたけに。しいたけも流血してるよ。中から汁が出てる。うまみ成分じゃねえのか。今のフォークのコンドルインスパイアの後ろからの。わかりました。気づいないよ。壊れ技のインスパイアを入れてくるとはどうか。ああ、これラブライブです。おぉ。意外と、青できましたね。青が多いな。ね、ヒーローで何に消えてんだ。今、特に誰が強いってないよ。あ、ビース、マイカピー。簡単か。ああ、そうなの。ブレスファイヤー。ゲタビームでブレスファイヤーじゃねえや。ブレスファイヤーはマジンガン。そうだな。あ、怒涛のより、相撲キャラだね。あ、相撲キャラだね。相撲キャラだから、ちょっとひなこ とね、はい、勝ち合いたかったら、ちょっと今回は、ちょっとタイミングが ね、相撲対決したかったな。ものすごい気を引いたけど、今。あ、ホッピチ。スーパーくんだけ、マスマンてぇな。うん。意外と均衡してるね、でも。そう、嬉しい。ほんと飛びつけて誰っていうのがいない感じがして、ゲッターがビンスを逆エビに取ってる手面がやばい。やばいやばい。カンタム、あ、カンタム、あ、正義のロボが、おぉ、ロープ止まり。あ、何してんのあれ。上ん、高い高い。ゲッターフロージョンが出たね。出たんだ。あ、シータケが逆にしよう、ゲッターに。おぉ、おぉ、追いつかない、処理が追いつかない、俺も。何見ていいか分からない。気持ちいいだけ見たいんだよ。あ、おっと、両吹きましたね。ワーヒーバージョン。ワーヒーバージョンか。え、誰か落ちてたの？落ちちゃったね。ビンスがいなくなってる。誰か。あ、本当だ。ファンタムロボもいない。あ、無理だと思ったんだよ、ビンスには。いや、手のひら返しやがった。熱い手のひら返し。ブルロフです。ここでブルロフ。ダブルドラゴンですか、参戦。超格ゲーバージョン。もう、水剣キャラいたなぐらい止めてねえよ。あと忍者もいたな。なんか、あそこからね、キッキングに。これ、これ最後の。これですね。アンコレか。いきなり大人気キャラになった。あ、そうなんだ。お、アピール。はい、通称、有明の女王ですか。そう、有明の女王ですね。へぇー。周りにも人気。おぉ。呂布のこと、呂布のこと言ってやれよ、誰か。呂布のことを。ワーヒーの呂布のこと言ってやれよ。俺はその後でた悟空のを使ってたからいいんだよ。ああ、俺も悟空好きや。呂布やることねえんだよ、技が単調で。起き上がりに火重ねるぐらいやることねえ。え、あれでしょ、あの、格ゲー石めくられやすい男。あ、そう。椎茸薄くしよう。あ、椎茸も。ああ、地味にね。もうしなびちゃったね。てか、デカキャラ時代になりましたね。あの子も含めて。カシマも胸がでかいからね、デカキャラ。お、押す押す。さすが女王。でも、あれ、あの青い子が全然関係なかったね。あ、ゲッター落ちましたね。ああ、ゲッターリングアウト。あの時代もドラゴンみたいに言うなや。
あでもなんかあの辺の残ってた時代のやつらが全員おライデン、ここでライデン、ちょっとライデンって言えばでっけえな、ライデンルフよりでかくね。ライデン初代でかかったじゃん、ガロワンの時。まあね、ビッグウェイだったらちょっとあれな感じ、ちょっとちっちゃかった。100Sでちょっとちっちゃくなってたけど、ね、あれちっちゃかったよな。前線とかもあったそうでね。ミブランってこうブルノフより強そうなんで、どうしよう。実際今一番フル株でしょ、残ってるの。そうだね、そうですね。これスパイダー菊池、うわー勝ちに来たね。これはヒロヤスさん特別推薦域だね。あ、はい、そうですね、多分初代やらかしキャラですね。ゲーム上とはグラップリングドリームが流行らなかった要因の一つ。あ、そう、責任を取るね。ここでゴーレム所長ですね。あれあのなんだっけ、サラマンダのボスですね、確か。あれね、たまにコナミのゲームにこういう博士キャラ出てくるのは脳みそだね。おー、ああ、はい。で、所長なんだ。脳みそだ。くるくるラボの所長。ちなみに声はあの、マルコちゃんの友のおじいさんって人です。あ、二代目ですかね。そういうことみたいな。あ、すげえ、スーパードロップキック、今、貯めてる、あれだ、スーパードロップキック、多分30秒止めバーギーだね。あ、見たかったなぁ。過激用ですね、これ、ダンノグル出身。ここ行ってるだけ、あー、三村がいなくなった。呂布対過激用って熱いなぁ。熱いなぁ。違うけど、ワノテイストがね。呂布、あっ、呂布落ちたの ?195 年ぐらいですか。あっ、カシャ落ちた、ゴーレムがカシャ落ちた、視聴率落ちる。スパイダーは個人的には勝ち残らないです。でも勝ち残って、ずっと普通にちゃんと試合してる。強いんだ。やっぱこれ、フィッシャーマンエキスプレスも多分壇の裏ネタなんだろうな、沈んだら沈むみたいな。そういうこと。そうだと思いますよ。やめよ、着なきゃね。今頃ついにゴーレム所長とこれちょっとコナミっぽくなってきたぞ。明らかにこれオパオパじゃねえの。いや、気のせいです。決して被る同一人物じゃない。色だけ変えたとかじゃない。あ、これ窓がタイタス来た。窓がタイタス最強兵器。あのガンダムエイジのキャラクターのもうプラモに、はい、窓かの顔の下、魔改造のプラモですね。なんでか手と足がね。あ、ビルダーズのことで。いや、ガンダムエイジのことです。おー、はい、全く関係ないフィギュアなんだけど、なぜか手と足がジャストヒットしちゃったっていう、はいはいはい、あー、はいはい、奇跡のコラボを、はい、で名を出したんで。でも本編よりもメジャーですよね、ガンダムタイタスより。ガンダムタイタスよりも窓かタイタスの方が有名だよ。ね、タイタスだもんね。ビームラリアット出すのかな。兄ちゃんがプラモ買ってきた記憶がないの。タイタス。にあるよ、まだタイタス。あと、それで、なんか、あ、そう、島風だ、そうそう、入ってきた。スピードなら、しみやかった。そうね、長井さん、それやってた頃が島風ファンだったと思いますよ。まあ、今も人気でしたよね。大人気、1、2のレベルじゃないの。今トップクラスです。で、ね、あの最初に出た天竜も最近バージョンアップして露出が増えて、ただ人気者に。ずるくねえか。あ、ガチャピン。あ、リアルの方か。リアルコミックの方ですね。リアルの今季終わっちゃったからね、レギュラーの座を取ろうとしちゃう。あの中に松岡修造が入ってるっていうガチャピンが俺一番好きなやつ。中にストーンコールドが入ってるガチャピンが WW やってほしい。今日はプロレスをやってみるよとか言いながらこっさなしまくる。えらいうまいな。うまいうまい。入るタイミングとかうまいなぁ。絶妙な。ビール飲む、受け取るタイミングで絶妙な。スパイダー菊池って一緒だ、なんの、はい、あ、違う、スパイダーネストっていう決め技。でも基本ハイキック。もうやばいんだ。プロレスしないから強いんだよ。蹴って倒して締めるって。やらかしだ。もうやらかしだった。ゲームのルール上最強。ラブライブ残ってますね。
そうですよね。あ、青いの残ってるね。一応、まあ、弓道と剣道。あ、そう、そう、園田海だ、園田。で、ひたすらラブレインシュートっていうレインメーカー、今頃説明だったけど。レインメーカーならもっと早めに言ってあげるよ。そうだね。そうだね。意外と、レインメーカーとデスティーノだと、なんかみんなの人気度が高い気がする。お、海峡が刀を構えた。海峡を誰か言ってやれよ。すげえ、タイガー。博士も誰か言ってやるよ。あ、セイビー。逆にスパイダー決められ、スパイダー関節決められてる。本当だ。屈辱だと思います。これ試合後、殴りに行きます。はい。あとホールに気づいてない。あ、過激を落ちた。あー。俺の社長に。あ、窓かたいさす落ちたか、これ。おー。ゴーレム社長？ゴーレム社長です。ゴーレム社長？あのね、唐揚げ君にしか見えないね。1個バージョンなんだなって思ってみて。クリスマスチキン2ピース並べたかった合体真の真の唐揚げロボに。唐揚げ君でしょあれ。脳みそよ、脳みそ。脳みそに目がある、うん、あ、スーパーマン。前回動きが良かったで絶賛されたガチ勢がちょ。サノスと戦わせたかったんだけどね、もうしょうがないな。消えて出てありがたい。あ、ガチめ、ゴーレムシュートどんどん落とすな。頭いいんだろうな。あ、タヌキチですね、これ。多分誰かの借金取りに来たね、これ、ローグ君。ここで急にぶつ盛り入れてくるの。あくまで厳選なランダムなんで、僕が選んだのはありません。あくまで厳選なランダムなんで。言ってるんですよね、さ。あ、これ、赤月電光戦記の赤月君。え、格ゲーの？格ゲーのやつですね。あ、あやってたら多分よかったんだろうね。時代の流れでやってないだけ。帝国陸軍の高級技官ですね。接近戦の鬼というのは。そこでアースクイック。おお。ここで。ここで。でもね。いや、でかいだろうこれ。タヌキチがでかいだけだよ多分。錯覚、ね、錯覚。え、でもスーパーマンの方がでかいでしょ。スーパーマン2メートルぐらいありそうだな。しかも島風容赦なく殴り倒すって絵面がやばいよ。いや、開幕であの馬乗りったからね。クロスアロマね、これね。これもプリパラです。そうですね。これも6年 B 組で好物はカレーうどん。あ、さすがカレーうどん好きはみんないいやつ。ちなみにこう悪魔キャラでこうダークネスバスターとかなんかそういう悪そうな技を、ね。あ、名人。名人来ました。絶対名人で透明にわかるわ。これやっぱナス出されて弱くなる。ナス作ればいい。ああ、そうだね。うん。急に落ちて死ぬぐらいだね。これガンダムバルバトです。お止まるんじゃねえぞ。ほんと急に出るタイミングもあったんで。もうちょっと早い方が湧いた。でムックですね、これ。中の人一緒なんじゃねえかな。今日は優勝狙いますぞ。この順番なら狙いますぞ。本当この中だと誰が誰だろう。もう俺名人とスーパーオン勝ってるんですよ、この中だと。そういう思い思いのキャラを見るだけで大丈夫です。全部追うのは不可能です。うん、いやでも、まあ、言うほどスターキャラたちじゃないな。あら辛辣ですぞ。ってことは、ムックばっか見てる。そんなことないですぞ。見たれ。背中を締められてますぞ。バルバドス、なんか曲作ってますね。バルバドス、そうだね。物理兵器が特に。うん。目がバッてる。踏みつけ方、逃げつない。ってきます。あ、でもこれ、2人ぐらいで残りそうな。誰がね。名人がスパイクに抜けてほしいね。もうあと最後1人です、次が。あ、もうそうなんだ。そうです。ほぼほぼこんなところは優勝が出ると。そうだね。そろそろじゃあ、最後の、お、ちょいでハンマーハンマー持ってるぞ、今。打ちますぞ、じゃねえよ。
ネタバレで僕が優勝しますぞ。それで止まったみたいな話になってる。危ない危ない。これ最後ムックがね手助けに出てくるかもしれないです。時間だろうな。また武器も。あーメジありがとう。え、リンリン。あれ今2-8か。ちょっと次のやつ早めに、最後のやつすげえ弱ったところに出てくるからすごい有利だね。そうだね。忘れまくって最後の。あ、タヌキちゃん、次ラスト。あ、おぉ。ラストです。優勝予想法。優勝、もうほぼほぼ優勝候補だけどね、バトル、あの、ロイヤルランボで最後に出るっていうのは。うん、まあね。しかも出てこない、なぜか。うん、勝つ気満々だね。勝つ気満々だね、もう。あリングシューズとこほどけてんだろうね、今。今に、今さら。ちょっとトイレ行ってくるんじゃないか。あー、ちょっと、あれが。ちょっと、あー、クロスアロマ落ちましたね。あ、高島亮ちゃん。どんどん落ちてる。どんどん減ってる。落ちて。じゃあ、みんな、まだ入ってこ。まだ入ってこないぞ、これちょっと、リング、ちょっと、これ、これ、バルバトスの人ただないか。あ、そうなんだ、これ、うん、DK がボコボコに、ボコボコにするのが。あ、来た、破壊最後破壊です。来ました。言う。やったーい、ちょっとずるいわ、万来の破壊。相談の方が混んでまして。渋滞や。ありまへんね。ヤールギュレシの達人だからね、ぬるぬるし。優勝決まりでしょ。あ、なんか滑りますぞ。みんなの押し目、押しレスラーを。あ、もう、ほぼ、しばらく。おー、寒い。テイクドロップが破壊らしくて。あ、もう、これは、バルバトス大破壊。この結末、誰が予想したでしょうか。やったーい。ちなみに、多分、あれは、ベアハックでツルンって上に飛んできた最強技なんだ。そうだね。はかん抜けてる。危ない。危ないよ。どっち押しなの？一応バルバトスにします。じゃあ。しかしね、もう圧倒的に体力差があるんです。あ、でしょうね。あ、しかし意外と打撃抜き持った。あ、テイクドロップ。過去笑いって呼ばれたはかんがね、まさかの。さすが打撃武器を一斉攻撃に当てる。ちょっと間合いが。な、あ、危ない危ない。でも大丈夫って言われる。な、セーフ。ああ。ちなみにちゃんとリングもそれ用に作ったから。おお。パッケ入れてもめちゃめちゃ宣伝。お粘る粘る。おお、粘る。この後においでオーバードトップロープで勝とうとしてるの。基本でもね、ロイヤルラムで最後のオーバードトップロープで終わるんだよ、あそうなんだ。とりあえず生き残ってすごいねっていう。まあでも一応これ優勝賞金とかあるんでしょ。え、どうしよっか。特に、あの、次回最後に出れる権利あげよっか。ああ。また優勝やんって話。最初に出れる権利は止まるし。商売上手やからな。うちの近所みんな最後にリングインやで。あ、でも意外と頑張ってるね、これ。普通に攻めてるもん。まあまあ押してんだよ、ね。これ多分ミカの適応力が高いから反則した。おっ、コブラクラッチ。これ勝つんじゃないのこれ。バルバトス行くか、ガンダムが。ガンダム行く。おっ、牛殺し、破壊殺しだね。牛ではないけど、足殺し。しかし、ちょっと、中央で戦うとしようね、ま、ロープが落とされる可能性。あー、落とされた。あ、優勝は破壊でした。てってれー、おめでとうございます。まさかの決まり手はあのね、遅らせやリングインですからね。結局くじ4が良かったっていうね。はい、411分23秒、うん、どんぐらいだ。映画まあ一応の早めたそうを早めてるから、そこまで俺らは体験してないよね、410分も。そう175% にしてるから、そう、実際半分ぐらい、200分ぐらい。で、実際今、録画時間が1時間59分だから。じゃあ仮にこれをやって、1試合目にこれが始まったとしても、6時に入場して、12時超えるんだ、入る頃。そう、終電ねえよ。終電ねえどころじゃねえよ。
というわけで、いやどうでしたか。まあね、そうですね、あっという間でしたね。あっという間、結構気がつけばですね、あと二足歩行系ずるいわクリスマス最後クリスマス的に2ピースだったらね、最後よかったのにね。でもやっぱ今回採用されなかった二足足もいるってこと、たくさん。まあいますいます、まだあることある。食べ物レスラーか、探せばあるよ。いや余力型の二足足ですね、チャンピオンリーグ。あー、あのキングオブライガーに続く二足足トーナメントリーグ戦、何が何だか全然わかんないみたいな話まあこんだけね、もうな、2万エディット率が2万人ぐらいいるんだよ、もうアップされてるのが。やっぱざっくり言っても1万人ぐらい作ってる人がいるってこと。まあそうだね、だからまあまあ職人はね30人ぐらい作ったりするんやろうけど、まあプレステ4版はこれからどんどん増えていくと思うけど、まあこんな感じでね、まあハイプロ楽しめますんで買ってくれるかなあ、あ、黙って考えそう。あ、いやいや、ありがとうございます。あ、全く触れなかったけど、破壊できいいよね。もういいよ。この人いいよ、ね、この人、多分ガイとか作ったような格ゲー作り名人の。あんまね、格ゲー多くしちゃいけないなと思うんですよ。出来がいいから、どうしても入れたくなっちゃうんで、ね。あと、まあ、仮面ライダー作り名人もいるよ。あの仮面ライダーシリーズ全部同じ人だもん。全部、全ライダー、全ライダー。そうやろうな。そうそうそう、ピラサウルスすごい出来良かったですもんねなんでライダーが押しちゃったんだよ。いやいやいや、でもちょっとライダーあのガマボイラー欲しかったけどいなかったからね、ちょっとしょうがないな。ああジャガーは押さないハサミジャガー、ハサミジャガー、ハサミよく覚えてんなあそこのテレビ前とかあれ覚えやすいじゃん、2つ足してるからさV3 枠は結構印象強いのもいいですもんね。 V3 はいねえカメバズーカとかいやちょっとね入れたかったんで V3 ライダーマンがね、手が鉄球のライダーもいたんだけど、ちょっとどうしようかなライダー要素増えるとなぁと思ってね。一応鉄球だと多分スイングアームになるのかな。偏りすぎるとそれはそれでってなっちゃうか。ズムネリ推薦ライ仮面ライダー限定ランブルとかもやって面白いかもね。その仮面ライダーランブル、なんならカンコレラブライフとかあっちランブルもやっていいと思いますよ。限定大会ですね。うん、そっかちょっと熱烈なファンが2人ぐらいいてくれた方が。キャラ愛しか語らねえみたいな。試合語れみたいなやつが1人ぐらいいて。試合全く見てないみたいな。うん、全く見てないで、ね、今後のライブの話ばっかりしてるとか、お前もう帰れみたいな。いやはい、というわけで、あと1週間後に、ね、はい、出ますから。はい。ハイプロワールド。プレステ4。そうよね、言ったもん、ね。でももう俺はもうパソコン版で作るの思いつけたから、あんまやらねえと思うけど。ほらそんなこと言うな。意外と課金要素の方が、いや、ダメかな。課金エディットだけりゃ、ただじゃん。いや、その課金系の、なんだかんだで、ただで配って課金で稼ぐタイプの方が。あ、まあそうだね。ぶっちゃけそっちの方がやってくれるとは思う。まあ、最近はですね。と思うと、ね、俺ら一人二人がソフト買うの、どうなんだろうと思っちゃうけど。まずはソフト買ってからですよ。迷わず。いいこと言う。うまいことを言う。じゃあ、終わったがよろしいようで。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。